you still at your feet and never do you let your eyes meet the face of deadbeat addict, social fanatic, fair dime, a dozen that carry guns. JWP 女子プロレス96年最大のビッグイベントは今年も両国国技館、全7試合を3時間の完全生中継でお届けします。ワンワン開局5周年記念 JWP ザ両国ビッグプロジェクト。JWP よろしくお願いします。全日本の選手さん、よろしくお願いします。20分一本勝負。
にもマニアックにやっていきたいと思います。魚子、マニアックの話はよろしくお願いします。どこでいていいもんなんですか。私が全責任を取りましょう。あ、そうですか。はい、バリバリ言ってください。はい、はい、さあ、前列入場です。今第1試合の全日本選手権、そうか、今まして全入場の、そして5選手と元谷選手、これが楽しみですね。いいですね。理系対決ということで、僕も個人的に楽しみにしてるんですが、第3試合は全日本ジュニア選手権、続いてはタイトルがかかっています。王者宮口智子に野川恵美が挑戦します。この選手が両国に上がるというのは、なんともね、奥さん、たまらないものがあるんですね。夢も自分の中で取りますね。続いてがプラムマリコ、棋戦になります。出ましたね、尾崎率いるオズアカデミー対キース・プラム、棋戦でもあります。ご覧のメンバーリングに向かっていきます。シュガー佐藤選手は元は外野ですよね。そうです。それがですね、尾崎選手にとてもなんですか、いわゆる謀反を起こして、謀反を起こして、試合の方でまた詳しくお届けしたいと思います。第2試合は久住智子が前女のクイーン、そして去年の夏ヒロインに、ニューヒロインになったチャレンジに登場です。前女の女王豊田真奈美と戦うというチャレンジマッチですね。間違いないでしょう。ちょっと全日本女子の試合がちょっと押してまして、ああ間に合わなかったみたいですけど、入場してその手作りな感じがまだ手作りな感じが待たないでやってしまったんだと思わないですね。第6試合は JWT 初の試みです。道のプロレススペシャル3つのマッチと道のくプロレスが参戦してまいりました。ご覧のようなチームに分かれます。どんな空中戦が見られますか。まあ、この試合で楽しさを存分に味わっていただいて、メインイベントで女子プロレスの凄さを堪能していただきたいなという。このメインイベントは、まあ、ここ現在のビッグな4人が敵を務めます。ダイナマイト関西、ド迫力な試合だと思うんですけどね。リングに向かいます。そしてデビルマサミ、さらにはアジャコング井上京子、この4人が集いました。この両国国技館軍団が現れたって、両国軍団、両国国技館という感じですけどね。ゆりちゃんどうですか、これだけカードを見て。すごいですね、もう興奮してきます。まあ、たっぷりとこれから興奮の3時間を味わってまいりたいと思います。ここで JWP 山本正寿代表よりご挨拶がございます。お、山本ですね。任せてくれるんじゃないですかね、これもね。会場じゃあといい人です。本日は JWP 両国大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本当にありがとうございます。 JWP できる前、自分ら JWP の選手は一時路頭に迷った時期がありました。その時自分はこの両国で、この両国の今のリングに立ってくれています。スベルデルフィン選手、グレートサスケ選手、彼らはやはり全団体で大変苦労していらっしゃいました。お互いに今度は頑張ろう、いつかいいことがあるよ、今日その夢が叶って同じ両国のリングに立っております。これもプロレスファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございます。そして全日本女子プロレスの選手、ガイアジャパンの選手、 JD の選手、 IWA ジャパンの選手、女子プロレス史に残るような素晴らしい大会にしたいと思います。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。出ますね。いい話しますね。手から涙ぐんでますね。代表いたしまして、ダイナマイト関西選手よりご挨拶がございます。ダイナマイト関西の挨拶です。皆さん本日はご来場誠にありがとうございます。今日も第一試合からみんなすごい試合をしてくれると思います。そしてラストの試合では女子プロ最強のすごい試合を見せたいと思ってます。全選手燃え尽きるまで頑張ります。最後まで応援よろしくお願いいたします。以上をもちまして入場セレモニーを終了いたします。選手退場。ダイナマイト関西選手のいつものように力強いコメントでこの選手入場式が決められました。もう皆さんご存知かと思いますが、全女の全日本ガーデンプロレスの一部の選手がこの両国国技館に間に合っているというのも、全体は東京の別のところで興行を行っております。それが終わり次第瞬時駆けつけてまいります。頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。山本さん、私たちのこう気持ちもだんだん高揚してきますね。本当
チーム戦も何十年もやってますけどね、やはりこの両国チームですね、大舞台はですね、やはり選手もですね、私たちもときめく感じますね。本当にそうですね、非常にいい緊張感が会場全体を包んでおります。3時間生放送ということで、第1試合から両国ビッグプロジェクトは第1試合から完全ノーカット当たり前ですけどね、東京両国プロレスではこれ初めてのことで、副音声があるというのも女子プロレス界では画期的なことですね、これね、これはどれぐらい、どんなことを喋ればいいんでしょうかね。もう好き勝手にもう、あ、そうですか、ガンガン言ってください。さあまず第1試合、この点の曲は JD の新人ですね、細井優子選手ということですね。今年の7月参入し、デビューしたての本当に口にした新人なんですけどね。僕デビュー戦見ました、コロミアホールで、いきなり2試合、JD から新鋭の小杉優子が参戦してまいりました。しばかれてます、ジャガー優子の教え子、この小杉は教わったもの全てを裏付けに入ってまいります。JD の小杉優子を見てやったんですね、小杉優子。先ほどの新人の大抜擢先の場所と女子プロ界でトレンディーになってますよね。トレンドですね、抑えられたら本当に一気にブレイクする可能性が、ね、ありますからね。 JWP の年に一度のこのビッグイベント、そのトップを務める JWP のノーチーフサヨ、相手は新鋭と言いましてもデビュー間もない小杉です。これを受け止めて、しかもこの大観衆をがっつりとハートを掴むことができますか。大事な役です。しばらくノーチーフサヨ、トップバッターとして起用されました。その緊張の面持ちがこの表情に現れています。ザ・ヨーグロードファーストオープニングマッチ、天王洋がディープパープルですね。シンクのコスチュームで今リングに舞い上がりました。ノーチーフサヨです。でもみんな小さいですよね。そうですね、これなんで私が書類で怒ったのかとか今思ってませんか。ちょっと思い出して今随分小型化してますけども、その分スピード、ね、テクニックというのがね、本当にこれはたっぷりと堪能していただきたいんですが、拍手で始まりますね。あ、いいですね、対抗戦ですね。さあ試合が始まりました。このいい緊張感の中、これはまずでも小杉優子選手もね、デビューして JWP は3ヶ月で初出場、 JD から山本さん、今両方に上がってね、小杉優子なんですね。とっても幸運なレスラーですけどね、それがいいよ、プレッシャーはあるでしょうね。プレッシャーはあるでしょうね。こんなことできるわけないんですよね。ただ今日は今の若いいつもジャガーさんの目とか光ってライターのステーキっていうかですね、吉本関連もそうだよ、今日はやりたいんだって。そうですか、できるんですか、のみのみできるんじゃないですか。たまに謎の中国国民レスラーになるジャガーさんですね。その話は置いといてですね、厳しいジャガーさんが今日はないんで、のみのみとやっていただきたいんですけどもね。アンカーワンです。デビュー戦をご覧になって、バウアーが両国国技館から生中継でご覧いただきます。コテコテながらご覧いただいている大画面は16対9のワイドな画面です。歴史の証人として引退する画面でお楽しみいただいてまいりたいと思います。ありました、ね、だから JD 初めて全試合を完全生中継でご覧いただきます。一番印象に残っちゃいますよね、小杉優子が。さあ、はい、ちょっと緊張しますよね。何がこの人こんなに無理にさせられませんね。こういう舞台は農地の方がやっぱり濡れています。頑張れば頑張ることですね。農地がぐっと星を落としていきました。励まされるのかもしれませんね。シャチホコのような形になっています。こういう社会的な見方も必要なわけですけどね。ご覧のようにいじめられてますが、 JD の新鋭、まあ、先ほども言いました、デビュー間もないんですが、キャリア的にはもうかなり長いんで、武道館選手の大会で活躍するジャガーで組みましたね。いい働きを見せました。若い選手に負けは込んでますんでね、ここで負けちゃうと立場がねえぞというのがあるんで、一つでも多く出したいと言います。彼女は考えにかなりプレッシャーかかってると思うんですけどもね。ボディにキックを一発払っています。の方は特に、そして JWP のノーチとしましては、このオープニングマッチ大事な役ですよね。というわけでもないんですよ。体を張ってやってきたんですが、いい動きを見せます。ノーチ夫妻を怪我で休むのか、当然体中にはこうアドレナリンがもう駆け巡ってるでしょうからね。入場の時は着物を着ています。ノーチ夫妻を言うの目音コンビってさね、よくサブロー選手が怪我で休んで、私どもが言ってるように、この大きな工業トップバッターというのはそれだけ重み重責があるというね、そこを話をしますが、彼女自身本当に追い詰められた現代状態のことで、彼女
ちゃいますね。2試合2試合やるとその2試合3試合も当然メンバーが乗っていくわけですよ。お客様もですねついてくるっていう感じですけど、第一試合は攻撃的には絶対大事なことなんですね。ゆりちゃんどうですか、ちっちゃいなという印象を持った2人ですけども、試合が始まってみて、あるいは今ずっともう見えてしまったね。そういったところには各団体から素晴らしい選手もやってきております。そういった選手が当然盛り上げていくではありましょうが、何としましてもこの試合のこのスタートな感じです。だんだん伸びていくところを見るのが楽しいですね。ラッシャーを放って、そしてコールに行きます。そうですか、そうなんだよ。これで引退するまで最初から最後まで見れますからね。そうなんですよね。ババさん、ババさんの引退まで見れる人はデビューから見てる人は、ね、トップロープにまずは駆け上がっていきます。なかなか取れないんですけど、さあ農地さん両夫一番前だぞと本当にデビュー戦から引退試合まで生で見続けることが可能というか、腰際狙ってましたね。そうですか、しっかり見てましたね。ジャンルではあるんですよね。誘ってましたね。ある意味死んだふりをしていました。小杉優子159センチ、58キロのクラス思ったんですけど、みんなこの方たちがそういう感じなんですか。1980年の7月31日、小杉選手今年16歳になったばっかりという人は知らないと思いますね。もう一度は額に見上げて右足を叩きつけていますと、これ受け取ったと、こういうとクロスギャルズを知ってる世代はみんなです。これさえなろうとしたけども、その後の世代はザ・コングであるとかブル・ナカノであるとか憧れにくい対象になってしまったんで、世界戦になっていました。野内選手の試合を見たことがあるが、キックがとっても綺麗だったので、このキックに負けないようにいいファイトを見せないと言っていました。どっちのファンだったの、ちぐささん。野内は逆に私たちが先ほど話していた両国の第一試合ということなんで、お客さんを一気に引きつけられるような試合がしてみたいと、そう語っています。安倍志郎とか悪いやつだな、選手の状況がわからないのですが、スクールボーイ小杉優子、まあ16歳新人デビューしたてなんですが、なかなかあの綺麗なことを送り出すからね。そうですね、なかなか技に対する気持ちがこれですね。今の DDT は結構ズバリと行きましたね。ただ両国のお客さんを煽ります。もう一度ユータのコーナートップロックから最後キックを出しました。いい角度を引き消した。ですからまあこの世代はクラッシュギャルズとは無縁かなという、新しい女子プロレスの波に乗ってきているんですよね。ザ・リョークロードファーストオープニングマッチ、1分1本勝負。ジャガー・ヨッコ選手は今のドロップ年齢で20歳になりますから、立ち上がってしまったのは親の差がありますからね。カウントは3つまでは行きません。介護的になったっすよね。そうですね、昔は27歳天然で25歳目というのが25歳ってしまったんですね。そうなんですか。25歳で辞めてまだまだ足並みがあるんですよね。なるほどね。いうシステムだったのが今はもう3年もあるんですからね。ダイブしました。ダイビングボディープレス、カウントは3か、いや余裕のあるところです。コルゲが手が2つしか当たりません。ジャーマンスープレックスホールド、いい弧を描いた。カウントは3か、3。なかなか切れ悪い試合が見せられました。ノーチューサヨ、JWP のトップバッターが JD の小杉優子、若さいっぱいの小杉を下しております。そうですね、だからここからもうちょっと欲を言えば踏ん張って試合を務めましたが、もう意識はないんだけれどやってるみたいなところを見たんですけども、でも頑張りますからね。ベテランまで入るわけですよね。試合数を暮らしてるということで、ジャガーさんの劇があった方が良かったんですかね。小杉はですね、この大舞台でやっぱりちょっとまあノーチューサヨとしてはこれも確実に、さあ一歩上に進もうというステップアップの試合になりましたけどもね。これが一つ大きな試練ですね。これからという選手です。最初にね、6歳の年頃でとにかく相手を気遣うっていうのは多いですね。そうですね、で実際に怪我をやめてる選手が多いですから、大技やって試合中あれですけどね、終わった後やっぱりドキッとするものがあるじゃないですかね。明日は我が身ですからね。こちらもどんどんと中堅として伸びていってほしい選手であります。ノーチューサヨが第1試合の主人公選手がたまにこう途中からいなくなってたけど寂しいですよね。ジャーマンスープレックスホールドでした。1回コーラケン飛ばす子もいなかったりしますからね。放送席勝ちました野内選手のインタビューです。最後はジャーマンスープレックス、はい、戦いました。 JD の小杉選手の印象はどうでしょう。あ、でもまだ自分よく分かんないんですけど、多分デビューしたばっかりだと思うんで、まだ2ヶ月余り、あキックとかもいいとこに一発入ったりしたんで頑張ってたと思います、はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。
ノーチは何も放送席どうぞ。分かんないで喋ってたわけですね。戦ってたわけですね。相手が2ヶ月ですよ。そのハーフに続くのがあれで2ヶ月ですか、なのか、ね、どういう意味なのか気になるところですね。ちょうどゆっくり聞いてみたいと思いますね。いかに何も考えてないのかということだ。それじゃしょうがないのか、どうしたのか。いいですね、何も考えてる選手、スカワユリ。しかし、ルックスだけではありません。相手にぶつかる気迫は相当のものがあります。ジュニアオールスターでは過去を組んだことは負けじ魂はより燃え上がります、うん、相手は元矢です。思い悩んじゃう人はまもなくこの両国のファンの目の前に、ね、そのアイドル選手とこう呼ばれていますが、スカーが登場してまいります。第2試合も全日本の女子プロレスのスカワユリ、152センチと山本さん非常に小柄な選手なんですけども、スカワユリはねすごいことがありますから、アイドル系と呼ばれている、アイドル系とアイドルですね、特徴あるわけですね。大人気です。どういった新春は出るわ、見て終わるわ、もうプロレスが活躍してないという一番困った状況にあるんですけどね。本当に女子プロレスラーのルックスのレベルが上がりましたね。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 深川由美です。どんどん可愛い選手が出てきて、この両者のルックスから言いまして、ジュニアマンの大選手対決、そんなことも言われています。デスナーになったところが好きです。ジュニアオールスターズでは本命になりました。ペアを組みました2人が今度はこの両国で火花を散らすことになります。という感じのここどんどん試合をやっていくことに綺麗になってますね。両国に1回入りました。お客様その逆の多団体ですが、野沢瑠海選手みたいな登場を待ち合わせています。試合をやるごとに最初は可愛かったんですが、あれあれっていうサンクチュアリースクエア、女の人生の祝福ですね。メイドの人生ありました。ダッシュしてやってまいりました。日本女子プロレス走ってますね。焦ってんじゃないですか。焦ってますね。着替えが間に合わなかったと見ますけど、ダッシュの場所は非常に大変そうですね。これはウォーミングアップじゃなくてマジで走ってますね。将来性も高い選手です。早く起きる。早い。すごいすごい。9月1日にこれちょっと試合やる前に疲れる可能性が大きいですね。今日の試合は見ものです。まあ今余談ですけどね、リングアナウンサーの千葉道也氏は深川マニアです。おお、それは本当に余談です。余談でしたね。事務所の仕事があると真っ先にタクシーで臨場の会場に来ます。それだけでもコアなファンをね、深川選手がいっぱい持ってるんですよ。かわいいっすよね。ようやく自分の持ち味がリングで出るようになってまいりました。元谷全く油断言うと、僕福岡選手の写真集持ってます。気迫に負けないようにそれ以上の気迫を持ってぶつかっていこうという、その元谷、これまた今日の試合でさあ出ますか。得意のあのカラバット飲料水元谷カラバット、ゆっくりと自分の気持ちをさらにさらに高めるように10泊のマットに向かってまいりました。売店の物価の売り上げなわけですよね。ベラボーにこの人で売れるらしいですよ。これはまあある種のアイドル対決を見ていいわけですね。カナ VS 結構これを見るために来たというファンもですね、2階席に潜んでるんじゃないかと。おお、いきなりいただきましたね。ドロップキックで始まりました。カナインのキックから始まっております。2人も若いですよね。第2試合若いです。遅れて5分になりました。元谷選手が17か15分ですけどね。モハルも上位選手は20歳になったばっかりですね。ミサイルを飛びました。エープロンからミサイルです。17、20歳でアイドル対決となると、例えばキューティー井上隆の試合はもう熟女対決になってしまうでしょうか。プロ戦で当たるのは初めてなんですよ。ですからですね、まだまだね、お互いですね、それは分からないと思いますからね。大変なことですよ。やはり同じチームでも実際に戦ってみないと分かんないということがかなりあるそうですね。今日12時からコーラーゲームを持って帰りました。肘で見てますね。おそらく開幕戦で堀田由美子床に落ちて狙われますね。よりによって堀田由美子にですか。前歯を吹っ飛ばされるという一応ありました。事態になってたんですよ。今はしばらくしたら今笑うとあれですか、ないかもしれません。でも差し歯だと思うんですけどね。堀田が後で会社に怒られるなと真っ先に言ってましたけど、もうその試合がフラフラでですね、自分で蹴飛ばして自分で引っ張りとか、ダブルヘッダーは辛いでしょう。今日は本当につい先の試合終わったばかりなんで、ホールで試合を終えています。ウォーミングアップというには全場の興行を終えて、そして元谷選手としてJWPの興行にスタミナを奪っていく。これは当然分かってるでしょうからね。スタミナを奪っていくでしょう。向こうの興行の内容は分からないんですが、早く終わったにしろ長く終わったにしろ、スタミナメダルはね、来ますね。
います。そうですね。その辺のハンデはちょっとあるかもしれませんね。ありますね。しかしですね、レスラーは別に1試合ぐらいになったら2試合、3試合で本当に大変トーナメントがありますし、やっぱり相手で対決は、いわゆる痛め技、はい、まあ一見、SM1 の時の痛め技が3試合ぐらいですね。そうですか。やっぱり私もですね、9月まで練習後は夜と、そういう風にして、そういう風にして、そういう風にして、こういった若田先生というのが、銅板がいいというこれね、プロレスファンはね、真面目なプロレスファンは否定しますから否定しきれんでしょう。今度はスカーのペースでナイスサーです。スカーが井の川を多いチョチョの上に参ります。両方向きがまたこの鮮やかなコスチュームです。この辺は女性特有ですよね。そうですね、自分を着飾ってますという部分があると思うんですよね。足を取ってました。はい、綺麗な良さが入ってますね。綺麗な入ってますね。本当は面に引っ張られた時に痛いっていうのはね、面ですね、スッと入ってた危ないですから。だったね、過酷ですか。いや、今でも好きですよ。こういった楽だという声を聞いて美しい歌声も身にまとっています。かなりコーラ源氏に響き渡りに回が出たんですよ。164センチ。先ほど特に両国にも響かせてもらいたいですよね。こういったところを披露してくれましたが、モテヤカナコ今日はモテる力いっぱい。人気ばっかり先行しちゃって、深川由美にぶつけていきたいと言っています。長谷川早紀江さん状態といいますか。そうですね、深川由美の方がある意味 でもデビューでは先ですが、先輩に当たるんですが、新人権力詰まっていますね。相手の深川について聞いてみたんですが、先輩ですので、まあちょっと言いづらいんですけど、とまだまだ初々しいところを見せてるんですけども、まあ相手の気迫に負けないように頑張りたいと思います。深川由美の方です。女性らしい競争ですかね。まあ心の中は違うんですよ。それっていうのはまあ男だったら団体の決めっていうのがありますからね。あの選手としては5年経ち、7年経ち、10年経ちますと尾崎由美にどうぞと言い切るような感じになっていくんでしょうが、まだそこまではいっていません。元谷かな子、またその辺がいいところでもあります。さあロープに1回振って、いや振り返すか、肘を持っていきました。深川の記者だったんですよ。深川版だったんですよ。いやシストンピンク、まあずっと全力やってたんですけどね、どういったこの選手が上手に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 舞台は中央です。両国国技館右入って、みんなを突き上げるような感じで放っていきました。なかなかいい感じです。この辺は得意なところですが、もうバレているのか。大人です、読まれていました。読まれましたね。あの辺はうまく、もとはいつもだったら何だか決める技なんですが、さすがにタッグをよく組んでいる相手だけにあって分かってしまうのか。見ながらですね、もとやのファンなんです。距離を詰めていきます。すいませんが、これはもうものすごく個人的にいろんな思惑が、平成7年8月13日喋ってる場合じゃないなっていう。深川はその時2年ほど早く、1年半後ですが、平成5年の11月です。やっぱり2匹しちゃいけないっていうのがあるんで、両選手とも非常にお好みの選手が普通当たったりしたんですけどね。そして今となってはなんか夢がいっぱいですよね。山本さん、地味ながら突き始めてますね。何年もそうですね。本音を言うと、国人のレスラーとかの練習になりますよ、それは。そういう記者さんがレスラーを持ち上げて、スターにしちゃうということもあるんですよ。これはカーバットです。あえてそれはやめようと。特にこういうスターみたいな場合、無理がありますからね。さあ、選手に振りました。また村本です。カントはやられてますよ、深川。いやいや、まだそうは簡単にはいきません。深川が攻めてるのは、ちょっとね、ハラハラしたんですけど、元が攻めてるのが嬉しいという、今僕はとても不思議な感触です。上がっていく。ゆっくりと深川が起き上がった。それを迎え撃つ。ちなみにゆりちゃん、どうですか。この深川選手を見て、またしても私が何で受かんなかったかという疑問を抱いているかもしれませんけどね。このニュートラルコーナーを流れている。流れ式のコレンジスター。コスチューム自分で考えるんでしょうな。いるんですか。自分で考えるのもありの、ファンの方はもうちゃんと採決してるんで、キスしてくれるのもありの。そうですか。そうですよ。あと先輩が譲ってくれるのもありの。あのじゃあ、ジュニアリーグに入りました。ジャパン女子ですか。元アイドルの木が、ジャパン女子ができる前まで、レスラーの格好って地味でしたよね。地味でしたね。ジャパン女子が旗揚げした時には専属のスタイリストがついたんですよ。そこで変わったね。まだまだこんなものじゃないですからね。尾崎真由美選手のちょっとボルテージ風の衣装とかね、そこら辺からグーッと良くなるんでしょう。おーっとミサイルはかわしました。元谷選手もこれ両国用に新しく下ろした時ですね。一回来たらもう繋がりました。やっぱりみんながいっぱいお客さんが来る会場で合わせて小田さんはこの元谷の一番いいところはどこだと思いますか。おっと一番上からミサイルの顔が当たるか。胸元に行ってしまいました。一瞬でしょ。決まりますね。なかなか真面目なことですよ。そうですね。ですからやっぱり伸びてくるんですね。まずいです。一応大事なんですよね。ノートに握ってきました。これがやった。カウント入って2カウント。2.5。カウント 2.99。いやはや。
これスコアがずいでしょうかね。1試合目、2試合目、はい、この個人舞台にですね、少し飲まれてる感じはありますね。やはりそうですか、はい、そういえばどことなく後楽園ホールで当たると見る動きとはちょっと違うような気がします。逆さ抑え込み、体勢が崩れました。主音声の解説はレアディングの山本小鉄さんでお送りしております。カウントはカウントは2です。そしてレコーダーのスイッチを音声たちのところを少しいじっていただきますと、副音声も出てきます。ゲストは先ほどご紹介しました大津健二さんと市井理さん、小島和春さんが水木案内人、それ以上にそして先ほど登場してまいりましたリポーターは石岡和弘さんです。言ってくるんですが大概ある技です。およそよく見ろと、ゆっくりと起こりたいところ、ちょっとゆっくりしてくるか、ちょっとどこがダメージを負っているのか、追いつかれてしまいました。一度叩き落とす、これがやりたかったのか、これでいいですか。いやいやいや、向かい打って髪の毛で引きずり下ろされました。ちょっとロープに上がるのももたもたしてちょっとね、エンジンがうまく伝わっていないようですが、でもこの肩車の体勢からそのまま後ろに新しいスープレックスかなと考えているかもしれませんね。いるかもしれないですけど、さっき堀田に蹴られて脇にコーナーが戻すんだ。それは絶対ありますね。ミサイルか、ミサイル、脳天にミサイル、脳天にぐっさり、すごい、ミサイルが突き刺さりました。よくないんじゃないですか。ここはまずいっすね。モートヤがこの両方を追います。モートヤに勝ってもらえたような、スパにも勝ってもらえたような、もう一発ナビに振ってますと、カウントは、おーっと、いつもロープに攻めて髪の毛振り乱して金バラショーというのがあるんですけど、それがダイビング式ですね。これは両国用ですね。1試合目から2試合目ヒートアップしてまいりました両国以下。これもう一歩続けると危ないですよね。トップロープのバランスを崩しそうだがまだ大丈夫。ローリング三投を見せました。カウントしたね。ローリング三投で最後に決めました。大技は大技ですけどね、サンセットフリップというか、このところよくこの戦闘を見せますが、それにトップオフからのローリング、回転を加えたローリング戦闘で決めています。玉田組に負けてるのがあるんでね、この決意欲と、これは元深川ファンながら、元谷ファンの素晴らしい成績を上げたこともあります。この元谷と深川、おそらくこれからいいライバル関係がずっと続いていくんでしょう。メロメロですね。JWT が始まります。両方のイベント、今大事なイベントで JWT の元谷が力を下しております。何かが欲しい、最後は勝利を得ましたが、ちょっとスタートはいまいちだという感じもありますからね。どうでした、いつまでもアイドルだと思ってると大変になりますからね。入場してくれてありましたね、はいはい、だいぶ遅れてきましたね。お灸を据えたいところですね。武蔵を決めてるのかと思ったんですね。ああ、でもね、違うんですね。やはりちょっと慌てて出てきましたね。あそこやったらやっぱり今の負けたらいいんじゃないかなって気がするんですね。なるほどね、はい、顎の下と言いますか、勝負の早く勝負に対する、まあ、なんて言いましょうか、思い込み、そういったものが元谷1枚上回ったのかもしれません。このカード、この第2試合サンクチュアリースクエア、カナコイエスがこの試合におきましては、先ほどの深川ユニオン、元谷カナコは下しております。知ってます、おそらく勝者には、先ほどと同じ石岡さんがインタビューしてくれると思われます。いや、なんとも言えない複雑な気持ちのまま試合が終わってしまいましたけども、 JWT ザ・ヨークビッグプロジェクト、これから3試合目、4試合目、そしてファイナルに向かうに従ってビッグプロジェクトがどんどん出てまいります。放送席、放送席、見事勝ちました元谷選手です。見せてくれました新しいカナバットですね。はい、記者会見の席で新しい形でカナバットを出したいと言ってました。それを見せてくれましたね。はい、もうちょっと息絶え絶えでですね、あまりね、コメントも少なげなんですけれども、どうでしょう、戦ってみた印象は。本当に最後はカナバットで決めたかったんで、どうしてもでも返されてしまったんで、どうしようって思った時に、もう最後は昨日、本当に昨日先輩から教えていただいたコーナーからの戦闘初めて使ったんですけども、もうそれしかないと思って最後それでやったんですけど。はい、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、いいでしょう、かなちゃん可愛い、可愛いでしょ、うん、これね、ちょっと抜けたところがあるところがあるんですね。まず私今日うなぎの弁当を食べてきたんで勝ちますよ、って終わってみたら実は穴子だったということですね。そういうところが男心続くんですね。続い
手が注目のカードウェルカムザハルト広いハルト広いですからねスペシャルゲストアナウンサーすごいコッシュも浸透してますねこれはさあ飛び出してまいりましたアイドプレージャパンの元川恵美チャンジャーですこれはカルチャーに引っ掛けてるわけですかねなんか怪しげな宗教団体の人もいるけどねちょっと怪しいですねちょっと怪しいですねかなり怪しいですねリングアナウンサーも今日は IWA ジャパンの菊池リングアナウンサーと共にこれもまたカルトですね念願の全日本ジュニアのベルトを手にしました宮口智子しかも今日が初防衛戦ですねいやチャンピオンの名に恥じないように頑張る気を引き締めました伝統の全日本ジュニア王座このベルトの重みを感じての両国入場ということになります宮口智子その重みを噛み締めるようにしてリングに向かっていきます、まあ、おいおい話しますけども今 IWA ジャパンという団体が進まれるか否かというのを極めてこういう時に両国なんか来てていいんですか相手はいいんですだからこそ相手両国に来たと元川愛美だからこそ近かった団体が潰れるかどうかという強さですよ試合が始まりましたとんでもない勝利だ飛んだブラッチを見せましたいきなり串本にヒットしたのがあの印象は何ですか上野さん、角度広いボリシュエッグとの失敗っちゃいけませんね山本さん、いきなり来ましたね挑戦者攻撃挑戦者ですからねこれまで勢いがありますねさあ、その勢いをガッチリと上げましたヤクスタート先手は取られましたようなもみ上げがキャリアとしたヤクスタート可愛いのものを積んでおります確かにこんないい選手を積んだら会社に少し高さ選手を破りましてこのタイトルを獲得しました宮口カウントは2今日が初防衛戦もあってですねこの大きな舞台、それから初防衛戦ついにはターザン後藤は抜けてしまったことで緊張しない方が、まあ、嘘でしょうけど宮口も表情はいつもかぶせられてますもんねあれじゃ抜けるだろうな上がってないですねバットも太いですからね、この人ついに抜けてしまったことでもう昨日、南選手で興行があってですね山本さんは役員会の発表としても経営できないと南選手で役員会が続いて大雨の中試合やってもうすいません、できませんというところファンが署名を持って駆けつけてですね続けてくださいと僕らまだ間の大事だということで今1位保留ということで10月に時間守るまでもう1回シリーズがあるからもうみんな練習やってますからねそこら辺が違いますね元から選手あたりはもう IWA は早抜けですからね優れたらもう IWA では結構なんか今後にやられてる戦う保身系でしたよね一木選手というエースが今ちょっと欠場してるんですけどもこれと戦ってる時はもう何もやらせてもらえなくてですねケチョンケチョンにやられてたんですが一木選手は欠場したもので一人になっちゃったわけですよで練習生の方がデビューしたんでもう圧倒的に今エースですエースエース先頭ゲットすることができましたトヨタの海ダイナマイト関西ときた元がエースですエースとしての貫禄を出そうと今日のそのコスチュームにこだわりますが今は新宿の予定で配膳係を務めていますけどもねいい話ですおーっと会場が決まりました今井大成おそらくいい感じでその後フォローに行きました雰囲気が高くないですかね配膳固めか膝中心タイミングがいいですねいいですねインディーだからってあのこっちゃいけないのは押し当てる選手がですね今の中危なかったでしょ男の選手なわけですねトレーニングしても男相手にですね技をやったりするんで今回もこの両国に引き換えてですね身長はないんですよこの選手ずっと男の選手がいろいろ技の練習でしたと言いますんでねパワーこれ小さいからですね余計そういうガッツ IWA ジャパン外人選手がすごいじゃないですかまあ今なくビッグマーク記者会見の時には発揮できても何もかもが初めてなんで正直言って怖いという気持ちがありました結構ですね本当にもうこれは正直なところ語ってくれたと思うんですが元川にそういったことを言っていました元川選手は亡きマードックに教わってもらったことはどうでしょうかかもしれないですちょっとダブってますからねあとは海南寺からの選手の力なんかロスカーボーイであるという感じがあるんでそうですかね教わってるんで一方の宮内選手はどうなの超実力者ですからね首を取り上げました初防衛戦なのでチャンピオンの名に恥じない試合をしたい宮口言っていますちょっと成功法で昨日のこの両国の舞台で試合を私たちに見せてくれたんですが1年前と比べますともう人間のもし今日やると取れば IWA ジャパンも作れても前回練習した時に団体の名前残るとやってました元川エンがベルトの実力者私が IWA ジャパンだと言い続ければベルトの名前が対抗戦の時から私は今日絶対立ってました喋ることがないんですよ男子の方では一人ウィングと呼ばれた人もいましたけどウィングがまだいましたそれを狙ってますね元川は
じゃあもしかしたら、ね、試合やってたら違ってしまいますね。もう仮に、はい、気がつかないんですけどね、ラップとしてもこの試合で勝てば IWA の名は残る。これでもう現在対応があって防衛戦を振り広げようじゃないかという今ドロップキックを放ちました。アフェンボ宮口、はい、いいコンビネーション、いい動きを見せております。一人団体っていうのが一人団体すごいですね。肘が入った、青だ。しかもケンジさんみたいですね。一人民族大移動じゃないですか。チキ選手すごいですね。こうかなりやられております。女子ではそういう形がね。多団体に行きますと、試合に何かこう、まあ、一番いいのは団体が潰れなきゃいいんですよね。元川さん、一人団体だったら電車移動とかするんですよね。一人団体、電車移動とかもいいですね。いいですね。スポーツバッグカウンター、ちょっと危ない。いや、それはだから頭が悪いと、コスプレスカーの流れを変えるかもしれない大一番なわけですよ。なるほど。前半にジュニアのこのタイトルを奪いました。全然ないコスプロは誰がどう化けるか、あれはなってしまう。考えていきたいところです。おー、いい技を持っています。おー、どうでしょう。ちょっと三角締めに行きそうだったんですけど、ローマンの距離がありますから、なかなかね、いいですよ。渡嘉敷選手、技を持って、三角締めね。腕を1本取りまして、そして、ゆりちゃんみたいな現状を取ったパスなんですよ、みんな。要は、現状1本受けたけど落ちて、JWA も受けたけど落ちて、みんな怒ってしょうがないな。どっか団体ないかな、IWA ジャパンがある。どうする、ちょっと熱くて、そういう子がね、JWA の両方を今、現状ブルースに挑戦できるから、諦めるの早かったなっていう気がしますか。今度は、ダイビングしていきました。いい動きを見せます。まあ体が小さいですから、この体をいっぱい使う感じですね。最近来てますね、これね。とかはフリークッツがまた多い人たちなんですね。コーラペンのバルコによく選挙してますからね。元川のいい動きは目立っています。妙にうまいヤジを飛ばしたりする手合いですね。そうです。やからとも言いましょう。いい試合だとか絶妙なタイミングで彼たちがいいから、あの人たちですか。元川今大事な試合です。ありがとうとか言っちゃうタイプですね。カウントはどうでしょう。そうですね。おっと危ない、抑え込まれてカウントは2。ちょっとどっか痛めているのか。どうですか、ゆりちゃん、これは。この試合はまた、うん、すごいですね。てかすごいしか見えない。言わはないですね。私女子プロってちゃんと見るの初めてなんですよ。あららら、で前に、うん、力道山メモリアルでちょっと見た。いきなり濃いもの見てますね。力道山さんに初めて見て、でも女子プロだけっていうのはなかなか初めて。応援しませんと。マミの刺繍を見たんですね。見ましたよ。1月21日のコーラテンホールなんですが、応援サッカーを予定されております。スロベニア戦は今日決定的点ということになります。頑張れ頑張れ。おー、 JWP としてはそれは許せないところでしょう。 IWA ジャパンの経営のような綱渡りの試合ですね。 JWP としては守らなければいけませんですね。他団体からこの奪った全日本ジュニアのベルト、 IWA ジャパンの試合は当然見たことないですね。ないです。 IWA に渡して何とかというそんな表情で宮内ともが出てきました。カットモトカーもなかなかこれは何か元川選手はやっぱり IWA のチャウンをかけてる感じしますよ。おー、元川選手のトラブルクラッチというですね。トラブルクラッチ、それされないのになってない名前ですけど、トラブルクラッチ、今ちょうど連戦連勝ですからね。私たちの放送からも資格になっています。これで元川選手がいわゆる拝み渡りをしたら本当にチャレンジってなっていいですね。右足を砂渡りしちゃってコープに逃げようという宮口、それはチャレンジになってませんね。団体の気持ちを分かってと言いながらトラブルクラッチ、トラブルクラッチです。もし一人になった場合ですね、10月7日に1人でやるしかないと、このレザーフェイスの女版のレザーフェイスとかですね。おー、レザーチェック、フレディ・クルーガーの女版のレザーフェイスとかですね。呼んでやろうじゃないかという意見もあるんですけどね。おっと、同時にスリーパーだ。こんなことができる。結構サブミッションというか意外な技にこだわってきますね。元川選手攻め込んでますね。いいですよ。これマジで勝ちを当然のことは狙ってますね。これ上に乗られたらもうアウトですね。やってますというか、勝ったら本当に一躍スターダムですからね。フリーでドーリングでも本当にやられちゃいますよね。負けてもいい試合をしよう的な発想はないんじゃないですか。いや、あのカードが決まった時にはやっぱりすごく宮口選手は実力者だし、こういうことで恐れ多いということを言ってたんですけどもね。いざ眼鏡がこうなっちゃったらそんなこと言ってる場合じゃないや。セーティングが合ってますから、この辺それを話しながら泣いてましたからね、もう。ああ、潰れちゃうかもしれないですって言いながら。ああ、これついに今、ドラゴンスクリュー狙いを右足がやついに行ってましたね。そしてこれが宮口の立ち技ですよ。やはり、そう見たらからバックフリップに行って渡すね。回ってますね。いつもより余計に回す。これで、ね、IWA1 人 IWA の横選手を勝ち抜きになります。1分20
スラーが投げたりするんじゃないですか。 IWA 所属のクルトゥガーとか、クルトゥガー目指すのを熱くしてるかもしれませんね。まだまだ経験を積みますね。いい選手になりますよ。そうですね。IWA の男はここまでやったっていうのは褒めてやっぱいいんでしょう。そして決め技にも使っていますね。このスピンからのブロックマスター宮口がここで先ほどぐるぐる回したのにあのキッチャンがあってのことでしょうからね。影で見えなかったんですよね。なかなかいい技を使いますし、なかなかいい選手です。そうですよね。イチローザメモリアの時にインディはどうなのとかいう話がめちゃくちゃ言われますもんね。ありましたけどね。でも女子に関してはそうは言わせないという意思を彼女から見ましたね。これまた10ダウンというのリングで戻ったら見たいっすね。でもこれだけ頑張れば、まあ、そうです。もし仮に IWA が動かしてしまったとしても、まあ引く手はまたまだどうかわからないながらも、前座の関係者もバイヤーの関係者も JD の関係者も来てますからね。非常にスタートの時とここで緊張の面持ちもあったんですが、今日本意外なところから引く手上がったのに成功しました。王者宮口智子、日本ジュニアのベルトがまた戻ってまいりました。そして認定者と一緒にトロフィーを大きく掲げます。今握手を求めに行ったのは宮口なんですが、それに首を振って、握手には値しませんという謙虚な気持ちでしょう。逆にチャンピオン防衛に成功しました宮口の腕を高々と掲げました。なかなか気持ちのいいね。なかなか効果を持てる選手、でも今日のこれまでの試合ができれば可能性は大ありですよね。お前を見る限り IWA ジャパンは大丈夫だぞと、そういう掛け声もかかってきました。だからもし仮に IWA が向かって行った先の団体で一人 IWA 元川が頑張れば、この女子プロレスを支えていくでしょうね。もっと育ってほしいですよね。おっと、アリプロを抱えながらちょっと頭を打ったようです。元川がゆっくりとドレッシングルームに胸がいっぱいになっちゃう。さあ、チャンピオン防衛に成功しました宮口智子選手のインタビュー後、放送席、宮口智子選手のインタビューです。全日本ジュニアチャンピオン初防衛おめでとうございます。ありがとうございます。押されていた部分もありましたが、終始余裕があったようにも感じたんですが、余裕っていうか相手が何をしてくるか全然わからなくて、一度試合見に行ったんですけど、ちょ関節をすごく上手に使ってたんで、それをちょっと気をつけようかなとか思ってたんですけど、まんまと入られちゃって。今日はお父さんもお母さんもね、観戦に来てましたね。はい。なんて声をかけられましたか。ああ、もう頑張るしかないって。本当におめでとうございます。ありがとうございました。農地に引き続き宮口も何も相手のこと知らないで来てましたけどね。まあ逆にその相手のことを知らない他団体がいろいろ入った試合というのは、その知らあお互いに知らない同士が戦うっていうのもまた面白いですね。そうですね。でもね、本当に知らないみたいですね、対戦相手のことを。全く知らないというのは JWP 恐るべしですね。それだけ自分に自信があるんでしょうか。これはあるんでしょうね。JWP VS オーズアカデミー、プラグマリコの再復帰戦でもあります。まあ、尾崎前見率いるオーズアカデミー、ライアジャパンの選手なんですけども、ライアのシュガーを従いまして、さんみたいなコンビネーションにも磨き上がってまいりました。悪魔の輝きを放つオーズアカデミー、プラグマリコの復帰戦でどんな暴れっぷりを見せてくれますか。ニュースからの立場でオーズアカデミーといういわゆる学校みたいなものですよね。そこの生徒ちゃんとしてから引き受けましょうということで、この軍団結成になったわけですよ。給料はどっから出てるんですかね。これが謎なんです。僕見に行ったんですけど、中谷選手が尾崎選手に、お前佐藤持ってくんならちゃんと給料払えよ、コールされました。セコンドには長島千佳代が入っております。ちゃんと給料もらってますって言ったんですが、その後尾崎選手が上げてないんだけどなと言ったら、これは佐藤選手突っ込んだらですね、ダイヤからもらってる給料分と同じぐらいの教えをもらっています。昨年12月から欠場しておりましたプラムマリコがついに今日、もう全問答に1ヶ月ぶりに再復帰を果たします。そのプランが先頭です。久しぶりですね。そして今一人選手が分かりませんでした。その選手は元谷に決まったようです。したんですけど、キューティーと元谷とチームを組みまして骨折の原因を作りました。あの尾崎のオズアカデミーとの対決ということになります。なんか懐かしい感じがしちゃいますね。プラム選手タッグマッチの中にプラムと尾崎の両者の火花が散ります。それでですね、キューちゃん当初はこれキューティープラム宮
ですけども、はい、この晴れの舞台を前にですね、当初この試合は9切り組の方、元谷ではありませんので、宮崎ゆきと、発表されていたんですが、さっきやったばっかりですけど、急病になりました。現在入院ということで、JLP の選手、この試合通常ですね、地方工業になると、他1名という形で発表がありました。まあ、先発という形だったんですが、元谷かなちが先発されたか、あるいは自分で勝手であった、ね、この元谷がもう一度リングに戻ってまいりました。小川選手3試合やってましたね。尾崎は今日は珍しく風景のコッシュフォーですよ。JLPの選手は、さあ尾崎がロックのコンサートでも見回しやるともうぶっ倒れるんですけど、はいはいはい、レスラーの方は山さん、はい、二人も、まあ、同期であるだけに火花もかなりしますよね。そうですね。おスラムが出せと、あ、そしてスラムが私が行くということなんでしょうか。まあ、これはでも昨年の10月バカ胸に強いものがあるでしょうね。その直後、これ心理戦ですね。尾崎さんがまたまた射撃を打られました。そういうことですね。またまた自分の羽になりましたね。グラビアバカしくなってきだから、このプランが言ったわけですが、お前が組んだら私は知らないよという感じで弟子に任せました。10年選手ですから頑張ってもらいたいんですけどもね。まあ、やっぱりどうしてもキューティー大阪という大アイドルがその影にあったのでね。大阪というのが出てましたよ。まあ、ですかね。まあ、出てましたね。伏線だというのにバンバンやられている。まあ、2年のもうこれだけやらないと大阪が怒るんですよね。2年のね、呼び出して試合ブランクがあるわけで。呼び出しますから。だから私が出ていきます。どうぞ。弟子ともでいいと。弟子ともでいいと。その辺は分かりませんよ。だけどね、バリアの場所に戻ってくるんですけど、練習は J の風に戻ってたから。ダイヤの合宿場、横浜の奥の方ですよね。取材に行く人いつもいないんですよ。いいコメントを出したんですか。私たち言ってますけれども、定期代は誰が払ってるのかな。そうですね。お客さんも何の教えを尾崎はうまいかもしれません。青ともうカウントか。天野に任せました。3人がかりです。フラムさせ動けなくなっちゃいましたね。悪いことを平気でやってくる。この話なんですけど、鎖骨を一回折って、まあ前回のこのワーワーの放送で少しやっちゃってるんですよね。だからもう一回やったらっていう怖さがね、思いますけれども、だんだんとコンビネーションの引く部分がありますよね。重くなってきますよね。確かにね。そうですね。あ、もちろん2試合目の元先ほどの2試合目で元です今日は。さあどうだ。先ほどは少し未消化という感じもまだあったんですけれども、しかし今回はさすがにね、フランクと2試合目の元谷を新たないい感じの元谷からにかかる負担が大きいですけどね。ロックロープに上がりました。シュガーサト、そのフランが怪我がちなのも最初的にキューティーをしないと、ほとんど怪我をしないとしませんね。 JRP7 シールで選手が出てますよね。大技の受けてる回数はめちゃくちゃ多いんですけどね、なぜか増やせないんですね。ローキング相手の背骨、だから一回ですね、体が伸びるから突き落としてくれるような実験してくれるんですけどね。そんなことで検証しなくてもいいんじゃないかっていう番組ですね。スプラッシュマウンテンがあったりするということでね、スプラッシュマウンテンって壊れないよね。壊れない。まあそういうことは成長しましたね。強いの壊れないから。うわー、闘志むき出しです。今の感じで、はい、一発やったら泣き出してくれる選手が、ああそうなんですか。今やり勝ちますからね。外野ジャパンの佐藤、横からスッと来て何で打たれたのか。最近はリングでシューター、これはパートナーで今組んでる天野選手もちょっとズリーフやってるんですが、フェイスクラッシャー、何で寄せたらって、あるいはエルボードロックながらあると思うので、そこら辺の意地の張り合いが窮地、鮮やかです。そして、もしが映画で、トスリュウという映画で、尾崎選手と、はい、キューティー選手と共演しまして、やっぱりキューティーだから、キューティーさんがもう一度来ましたからね。この辺りは女子ブロガーにいろいろビューティーと言われている人はいますけれども、アイドルと言われているレスラーはいますけど、本当にね、すっぴんで見てね、本当に可愛いな、綺麗だなっていうのが、キューティー選手のみと言っていいでしょう。のみですか。まあ、レビュー当初はですよ、今はキューティーでいいけど、この子にキューティーはねえだろうと言われたのが、一般的に20代後半になってもキューティーで通じちゃうというね、保ってますね、若さんね。攻めを見せておりますが、今すぐ尾崎、キューティーの絡みですね。独特のものを持っております、尾崎アカデミー。さあ、学校に引っ張り込んできて、先生の会議。お母さんがよく会場の会場に散らしますね。もう見た瞬間に、あ、尾崎のお母さんと分かるのよ。フェイスクラッシャーです。同じ顔してんだ。あんまり押したくないというようなフェイスクラッシャー。あと20代30代からああなるという顔ですから、本当にね。フェイスクラッシャーですよ。おお、この駆け落としなんですが、これを返しました。キューティー、この辺の前方、一
キューティーの魅力がまたこの尾崎大技同期生です。柔道選手といえば前の両国でキューティー選手が突然タイガーマスクかぶって出てきて、白いタイガーマスクかぶってきました。あれの特権押し物が可愛かったですね。その押し物を取ったのはなんか意味がないんだよ。マスクをかぶってない人に上がったら脱いじゃうけどね、よくわからない試合でしたからね。これも来たんですか。来ました。あの意味のなさに私は笑いました。とともに感心しました。感心しましたか。今の復興したわけですね。相当その辺に振り切りあるんで、ちょっと怖いところですが、これだけは受け出せないように尾崎やる方も危ないですよね。はいはい、足首を強くしてね。あ、これもできますね。おー、嬉しい。これはジャーマンです。ジャーマンが出てまいりました。これでその表の徐々に振りを振っても繋がったですね。タッチを強くしていきます。意味があるんでしょうか。あのぐるぐるパンツに仕込むのがありますね。飛んでくる相手を威嚇すると獅子舞のことって。なるほど。なんだなんだって言ったところにヘッドバットが立ってるね。そういう心理的な、心理的な、でも毎回やったらバレますけど、そういうのと、あと自分を大きく見せるというのがあるんですよね。ということでね、無意味に思えることにも意味があるわけですよ。プロレスラーは俺手みたいですよね。そうですね、そうですね。決めに入る前に裏面、はい、キューティー選手、今日はメインイベントで、キューティー選手のこの顔ですよ。これがね、これが差し立っての、プロレスの女子プロを、はい、そういう目で見ちゃいけないと言われていますが、やはり女性ですから、セクシャルな部分があるじゃないですか。低い弾道でキューティー選手のやられてる時の顔っていうのが、もう一発です。いいですね。口に出さなければ、みんな何を言ってもいいんです。そうですね、言葉が多くなりましたね。最近言う人いないんだもん。自分を上昇化しますから、スポーツライブがそういうのですか。見ないんだろうな。あれですよ、スーパーラブズの乗った写真の希望をパワーストファイルに追求してるんですけど、今最近女子プロレスの中で一番すごいことなんですね。工藤めぐみが鉄棒に換気されて水ぶっかけられてる写真って言われて、あれはね、それがすごい人気を誇るんですね。一瞬丸々とスナイパーから燃えましたからね。しかもその写真を絶賛した人が JWP の中にいます。山本です。尾崎さんはいいと骨折させられました。女子プロはこうですというね。山本さんはそこ分かってましたね。またこれがね、10年と昔はだから25歳で定年になっちゃったんであれだったけど、30近くにならないと出せない色気とかあるわけじゃないですか。それはうまく腰を動かします。これはやっぱり10年プロレスをやったうまさと年を取って、なんかこの色気が見てますよ。楽しむのが出てくるんですよ。もう一回かけたような感じなんでしょうか。初めて言えてこれ嬉しい。女子プロもセクシーな部分の肯定、色気の肯定というのはもっとみんなしようじゃないって。腰が落ちてきました。正しいですね。女子プロも形がついちゃいます。かなり苦しい体勢になっています。やっぱりあのプラグの中立選手うまいですね。当然技が切れてすごいっていうのは大前提にあってですけどね。もちろんそうですけどね。まあ、3本を狙っていくのが決まります。それも一つの才能ですから。萩原さんまで行っちゃうとちょっと、プラグリスクはね。萩原とタッチです。それほど長くリングの中には残っておりません。こんなこと聞かれるとスパーに怒られちゃいますけど、スパーエミはなんで大御所かって言ったら、そういう部分が。さあ、担ぎ上げました。岸川に担わさる。女子プロが冬の時代にかけてスターが欲しいから一応ダメだけはダメです。これやっぱり体勢が悪かった。もう手に外しました。もう手からのミサイル強烈に決まった。ドラゴンスカリュー待っておりました。シュガーの目は相手の右足にずっと視線が進められていました。これは変わらないでしょう。捉えるこのライバル同士のちょっと放送席が飛ぶ。あーと、キューティーが外どうしならフェンスを飛び越えて自分のところにと、いうのは今なかったですね。そういう方がちょっと怖かった。今ではシュガーが投げる。ちょっとでもこれ色気を超えたその先にある恐怖というか、恐怖がこのままダイブしてエルボーだ。そしてこれプラムの引き下げのにプラムの狙ってないのが怖いですね。プラムが入りました。プラム選手頑張ってほしいですね。プラムはまあそのデビュー時から実は3本をやっていて、今見つめながら自分の先見の明があるというか、ね、ダーリッキングが時代を予見したかのようなレスラーですからね。もう一花探してもらいたいんですけど、ね、ローリングさんと先ほどスカナちゃん好きになりました。そうですか。すごい可愛い。じゃあぜひご紹介しますので、仲良くなってですね、僕にも本田選手とまた親しくなる機会をください。なんそういうことを言ってるんですよ。ドラゴンスクリュー、ジャーナーにかけたキューティーの
これが JWP の道場まで行って練習する賜物ですね、この連携の良さは。きつく暇もないというのはこういうことですね。連携タイムリーですね。ちょっと弱いですね。やっぱりタイムが実践を一年に高めに取ります。裏剣です、また裏剣です。そしてすごいライガーボールです。ライガーボールでカウント。でもキューティー大丈夫なんだ。キューティーから取りましたら、またまた因縁のストーリーが展開していくところだったんですが、これはカウント2。オダキキューティーというのは古くからジャパン女子級を見ている人にとってはたまんない対決ですね。これね、長いですよね。11年目ですか今年で。オダキマイミなんですが、今日はブルー系です。ダイハード関西を狙っているような形になっています。これはキューティーまだまだ十分な余裕があったようです。相手が上がってくるのを待っていた。さあ、このシューズリーズでしたか。メディティーカーキューティーはさあどうするんだ。なんだなんだ。ブランケンしたいのか。ブランケンシュタイナーちょっと崩れかけてったんですが、気力は十分でしょう。キューティーもちょっと燃えてますね今日。まあしかしですね、2人でも体は小さいですけどね、プランを引き立ててやるんですよね。やることはでかいですよね。キューティーとしてはあるんですけど、こんだけ攻め込まれるとそこまで気がだんだん回ってこないというか、自分の気がだんだんできないですからね。キューティーです。敵はサンライズ対決だ。このままカウント入れます。カウント。オスリューのエンディング間近で見るとなんかこの2人のファイトシーンをあれはすごかったです。思い出してしまいましたけどね、私もね。またレンタルビデオさんにもあると思うんで、それからオトヤが今富田さんのポーズを見せておりますから、おそらくカット。尾崎はあまりセリフを喋らないでくれと今度は先に尾崎が上がっていきました。キューティーを引っ張って上げるような格好です。まあキューティー先ほどお伝えしましょうか。いっぱい映画で出演されてます。おっかしくのバーベルスね。キューティーかなり今日はかなり参ります。これもチャンスですね。これね、オザキコーナーに釘付けにしとけば、キューティーがフォロー、キューティーがストップにかかりました。さあ、オザキとプランの一致をさせようというところでしょうか。さあさあ、さあキューティーが抑え込んでプランに行くという、キューティーのこのアート、これは戦場だったんでしょうか。このコロナのうち逆に返されてしまいました。切ないという言葉が出ましたけど、本当ですね今ね。頭を打ったか。ボールを落としているファンです。先ほどからボールを落とします。この辺が長期ブランクのカンバックできたのに何もできないっていうのが、これで戦っているプラムの危ないところでしょうか。行けばプラム、そのままあーと、いやー、うなぎだ。ひなじみです。起死回生のサモア技ですね。しかしね、さっきコーナーから起こったもんでロープが近いという宿命的なあれがありましたね。ダイレクトインスタイルでした。これで、もしね、プラム選手がガンガン頑張れば、ほら、今サモといえばヤギ選手というハイライトになったんです。サモジャケット時間目からセカンドロープまで迎えに来ました。ヤギプラムのサモマッチになってどういう技を見せます。危ない危ない危ない、危ない、マジ危ないんじゃないか。バランスを崩しました。プラムマリコ、これは自らの方が大ダメージを負ったようです。やっぱり実戦の勘がね、なかったんでしょう。バランスを崩して上下に危惧されておりましたが、それが当たってしまったのか。じゃあ2人分の体重のさあ、どちらがどういうダメージを負ったのか可能性もありますからね。今ここは今シュガー佐藤、ちょっとそして今ちょっとまずい、このハブリングシーン、カメラマンの皆さんも取り囲んでおりますが、ここで今どういう感じになっているんでしょうか。ちょっと放送席の死角なんで、死角でしたね。死角なんで今のもまだ見ることはできないんですが、プラム選手の動向が気になるんですけれども、こちらの場合止まりました。シュガーとそしてモテアです。今ようやく姿を現したのは尾崎が一人立ち上がって、天野が立ち上がった。放送席、放送席、リングの下でですね、大の字になってますね。ちょっと今花道のところで喋ってるんですが、ちょっと心配です。
お前らに一言言っとくよ。後悔先に立たず、でかい口聞いて後悔しろよ。それじゃあ会場の皆さん、勝利を祝って万歳三唱したいと思います。何悔しい、いや、みんな V 字したい人はどうぞ。せーの、放送席、オズアカデミーです。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。万歳三唱が出ました。まあ勝つのは分かってたんですけどね。まあとりあえず天野がプラムを取ったということで、まあ取るのも当たり前なんですけどね。もう全て当たり前というこの表現でよろしいんでしょうか。そうです、はい。それ以外の何者でもない。まあプラムは新人と同じようなもんですから、対してこいつ危ないなっていうのは全くなかったんでね。尾崎選手に再交通させられて、そして復帰してきた、いろんな思いがあってプラム選手は上がってきたと思うんですが、そのあたり気迫などはどうでしたでしょうか。まあ気迫は変えますけどね。気迫なかったらダメでしょう、逆に言えば。気迫があったら当たり前、まあやるからには本当に年も年だしね、多分これからよっぽど気をつけないとまた同じことになると思うんで、それだけはプラムに一言言っておきたいなって感じがしますけどね。天野選手、一言お願いします。やりました。本当嬉しいですね。はい、これから佐藤選手にも行きましょうか。はい、失礼します。オズアカデミーの一員として今本当に羽ばたこうとしているシュガー選手だと思うんですが、今自分の戦い方、例えば今日の試合どうご覧になりますか。振り返ってみて
勝ったのは嬉しいんですけど、あと元矢を潰すだけです。元矢を潰すだけ、はい、まずそれが目標、はい、ということで以上オズアカデミーでした。おめでとうございました。全部正論であるということと、ね、まあ、ちょっとクラムへの愛が見えましたね、同期の内容がね。いや、これからどうなっていくんでしょうか。さあ、続いてはトヨタ真奈美、前場の CWA 世界シングルチャンピオン、トヨタ真奈美を迎えてのニューヒロインチャレンジのビッグクイーン、鈴見智子、全日本女子プロレスのクイーン、ついさっきまでゴールデンホールで CWA 世界王者でありました、トヨタ真奈美を僕も途中で返してきたんです。結果わかんないんですけど、メインイベントやって3度目の防衛に成功した真奈美です。この選手に栄光を手加減という言葉は無縁です。トヨタ真奈美選手はお好みですか。好きです。なんかロープ使うすごい上手でしょ。あれもびっくりします。全日本女子プロレス、今日もたっぷりとね、3WAチャンピオントヨタ真奈美です。この人は1日2試合3試合ヘビみたいなもんですからね。一種の天才ですよ。天才でゴムマリのような体があるんですよ。かなり緊張してますね。勝利、それを祈願します。祈りを捧げます。クズミ、今乗りに乗っているクズミトモコ、まあ、この夏に武道館2連戦武道館で大活躍を見せてくれたのも、ダイナマイト関西と組んでですね、今かなっての各チームを決断して優勝して一気にぐわっと知名度が上がったんですけども、やっぱりね、秋が確かに隣に関西がいましたからね。こういう全場のトップというのはかなりプレッシャーかかると思うんですが、またこの人がちょっととぼけたところがありまして、割とマジボケ系の方です。タイトルマッチではありません。普段喋ってても話を聞いてません。しかしそれにしましても靴の、ね、力の度合い、果たしてこのシングル戦でクイーン相手にどれだけ見せてくれるのか、ね、まあ、非常に注目ですよね。女子プロレスは中卒なり高卒なりなんですけど、女子考えに行くのというか、あの女子プロレスランキング元女子大生逆に行かなきゃいけないという変わり種なんですよ。先制攻撃、しかも見事なブロックです。おーと、これはスルーした。危ない危ない。これはちょっとトヨタ悔しいんじゃないですかね。スワンダイブ式のクラッチを見せました。今の技で思い出しましたけど、今ロープくぐった時ですね、一回昔お尻が破けちゃったことがあってですね、それは切ない。その後短パン履いて試合やったことをちょっと思い出しました。あ、場外嫌な予感ですね。クレーズ・オーギーの連発、次こっちです。次こっちです。あ、来なかった。16対9のワイドの画面が怖いんですよ。オフェンスはもう上位あり、でもちょっと今の空中殺法でトヨタ真奈美さんカチンときましたね。これね、でもまだ切れるまではいかないですね。余裕を見せなきゃいけないから、これ髪の毛引っ張られてるのは女の子はどうなんですか。いないですよ、やっぱり。めちゃくちゃ痛い。今度の挑戦後も退けましたトヨタ真奈美。逃げちゃうだろうしね、これは男にはわからないとか、まあ、大きさの挑発ですけど、スープレックスです。女ならではですね、これはね。ダブルアームスープレックスを受けました。多分そのうちセコンドからそういう声が飛ぶと思うんですが、クズミ選手のニックネームがキヨシ。キヨシ、それはもう何ででしょう。わからないですね。目がギョロッとして西川キヨシさんみたいな話、そのままですね。いいです。そんな感じのクマッチの人がみんなキュートとかキヨシ、キヨシ頑張れというすごい声援が飛びます。そんなに熱い試合をしていてもキヨシ、メガネと目玉の目玉の方ですね。そうです。おっ、ダッキングでバックを取りました。いい体勢です。本当にこの後頑張ってくれましたね。で、まあ、私生活がホッとしてると言ってましたけど、今年の軽装ぐらいのリングでもやっぱりホッとしてたんですが、それはまずいですね。それが5月にジュニアオールスター戦にありましてね、そこはもっとなんか急にじっと目つきが変わったなと思ったら、やっぱりホッとしてたのは別にカキ派だからとかそういうんじゃないそういうんじゃないです。昨日ジェイソンとかそういうんじゃないです。ちょっとホッとしてた、ただ単にホッとしてた。おっと、これ馬乗りになりました。ガードポジションになりました。久住智子、これ両者顔の腫れる位置にありますね。ジュニアのワンナイトトーナメント優勝を取りました。余裕を見せるな。どうしてもリングのチャンピオンにもなっています久住智子。この競争、いつもより確かに違いはあります。バックマット、こうやったというタッチ。久住もここに行きます。女子のヘッドマットっていうのは先輩の後輩は関係ありません。バスターください。指
時代に変なこと聞きますけど、久住智子は10月の金沢で野口を破りまして防衛に成功しています。謎なんですけど、戻ってくるところ、カンカンはレギュラーを放ちました。レギュラーってついゴツゴツとかやっちゃったりするんですけどね、やっぱ女の子やりますよね。日本勝負、ニューヒロインチマッチザビッグクイーン、これから発展して、特にもこういうアクロバチック系の技を使うのは、確かに強いですね。ある種に似たものがありますね、試合スタイルとしてはね。伸びの女王、先ほどの話ですけど、もう女の子同士の喧嘩で、例えばね、本当にフラッキングサイナーとか出たら、すごいですね、見てみたいですね。そうですね、いい。まあ、その他ディスプロミートも同じですけどね。スープレックス、そのままホールだ。いや、ローリングしました。ローリングしました、ダブルアーム。スープレックス。そして、このまま。もうずっと連発でいかないと強さはひっくり返ってくれませんね。技を持っていますが、ダブルアームスープレックスからの、そしてバックブレイカー、これが最近得意ですね。昔南鈴からよく使ってましたね、はいはい、ダブルアームスの背骨折りというのはっとやれという、クズに応援が飛んでおります。これ回してるかな、両方コフィーカーじっくりと背骨を痛めながらステップオーバー、おっと嫌な初日ですからね。最近こういう、なんていうんですか、キャリアのあるベンチだと割と新人が当たるっていうことが多いですね、ボストンクラブ。逆にその定年制になって上がいつまでもいるので下が伸びてこれない部分があるので、ね、この試合どうなのか分かんないんですけど、はい、結構そのボコボコに結局やっつけた後、キャリアのあるレスラーが新人レスラーをよくやったなと、あたかもお姉さんが妹に言うように肩を抱いたりとか、そういう構図が多いんですよ、ね。ちょっとね、体重しちゃえばしようという気がするんですよ。最初はもう、前くろで見せたのもあれだったんですけど、まあ、嫌いじゃないんですけどね、だから今日、そういう風になるのか、トヨタマラソン、ここら辺の動きの位置として気にしてるんですけどね、トヨタ選手はこういうところ、気が短いのもあるんで、久住はガンガン来なかったら、さっさと帰っちゃうでしょうね、だからトヨタは逆にそういうシーンを見せてくれたら、久住がよっぽど頑張ったってことですよ、トヨタの場合は。大根金星の大金星、ボディスタンプを放ちます。いや、チャンスですからね、なかなかトヨタのシングルで当たれるっていうのは全然の選手でもないわけでありまして、今そのベルトに挑戦するには東京パラリンピック予選で優勝しないと挑戦できないですからね。その前の選手ですね、軽々持ち上げるくらいの力の人なんですね。幸せですよ、若いうちにこの天才肌のレスラーと当たっておけるというのは63センチあります。幸せです、幸せです。やっぱり久住も同時面接でイコール対基盤戦上の方はどうなんでしょうか。このカメラはあるんですね、きっとデビューした段階で最初の 2,3 年は宮口が突っ走るだろう、下からガードポジションでもこれ突っ走るんだね。でも同時面接だったら久住が来るよみたいなことは関西の方にすぐ攻められてしまうんですね、言ってましたからね。そういう意味では今のうちにこういうトヨタ並みのエキスを吸い取っておくということはとっても大事なことだと思うんですけどね。ダブルアーム、おーっとダブルアーム体勢でニュートラルコーナーに持ち上げました。この辺からエグい攻めが出てきました。そうですね、このような格好になりました。串刺しになるのか、串刺しになるのか、コーナーが下、見事な串刺し、これ倒れませんね、コーナーマークの目に見えました。犬神家の一族みたいな感じにトヨタのミサイル、あるいはチョップキック、こういったところの女王ですから間違いなく定評があるところなんですが、苦しいが手離したら頭から動くことになっています。とんでもないところですね。まあ、何したいというんですか、ジェイの選手も楽しいですけど、また違った意味で見せますがありますよね。ホイップを見せます。さあ、日本からホイップ、おー、ひょっと見ました。本当は結構難しい技なんですけど、この人、スラッとやっちゃうんで、簡単に見えたんですよね。体重をかけまして、デカンと潰れてしまいました。いいんです、体重の乗せ方してますね。放送席、先ほどですね、全日本ジュニアのベルトに挑戦して敗れてしまいました IWA ジャパンの本川選手なんですが、今青コーナーの腹道でじーっとこの試合を見つめています。もしかしたらですね、久住の持つ JWP ジュニアのベルト、こういったものも視野に今入れて、これから自分もジュニアの一員としてトップを目指したいという気持ちがあるのかもしれません。以上です。でもさっきの身の程知らずぶりを見るとですね、実は東山のスリーダブレーシングルを狙ってるんじゃないかと思います。チラシはそうですけどね、いい選手ですね。これから1年ひらひらの時空ですね、試合を進んでいきますね。強い選手と上がっているんですね、それはもうね、チャンスあるっていうのは本当に来るでしょうね。申し訳ないですけど、ぜひ
スも近い将来そういった絵みたいなさ、そういったカードも見てみたいですね。そうですね、面白いですね。トヨタも波とかもっとあったり、女子がそのチャレンジしてランタンのフィンバーグを背負うっていうのは、まあ、プロスは少しですね、レッグロックを決めていく、見たい気もしますね。ここの野望を考えるとやっぱり狙いは完全に上よりトヨタ波トヨタの赤字ですね。そうですね、やられてからですね、暴れてもしょうがないですね。その前に逃げないといけないわけですね。これ手拍子ということはみんな驚いて言ってますよ。今トヨタマナミにまだ拍手が足りないぞ、足りないぞ、なんだなんだ、踊ってこなかったですね。鎌形がうっと、あ、これすごいですね。鎌形の鎌形もになるんですかね。そうね、首ですよね。これはもう体も柔らかい、しなびが効くトヨタ、なんだ体が効くでしょうか。女の人が体柔らかいって言っても上のクラッチ大変でしょうね。ちょっとまあオーソドックスな技でありますが、鎌形も殴りこれしできるでしょう。ヒットできる選手もいらっしゃいますよ。体も柔らかいで足の力が強くないと引き受けてあげるけど、じわ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 としますね。チームの証明、そういった技でもあります。こういった、あーっと顎にヒット、他の選手もこの技を見せる試合はできますね。そうですね、ふわーっといっちゃうんですよね。ミサイルキックはふわーっといく選手はなかなかいないですよね。マニアックなファン、そういったものをうならせるこのトヨタマナミのファイトスタイル。トヨタ選手はそういう自分に対してどう思ってもっと勝ってこいと、からどんな技でもうまくやらせちゃうっていう、はい、それはですね、僕らが見ると今のドロップキックが満点じゃないですか。トヨタもみんなあれで満足してないんですよ。本当に完全主義者なんで、よくましたね。だから僕らがベストアウトだって、いやミスがあったとか、本当にちょっとやっぱそういうところでもこの人は満足できなくなっちゃうんですよね。ミサイルをもらった、真剣だったんですが今カットさせた。この辺のアジャスティングがうまくなりました。いいところです。流れは分からないですけど、短い距離うまい感じでこのスワンダイブながら、スワンダイブ室がどこから飛んでるのか分からないのが18番ですから。クズミ選手今のエルボーをしています。投げ込んできます。これもクズミが最近得意にしています。まだやっぱりトヨタの余裕にクズミの一生懸命さが飲み込まれちゃってますね。ちょっとね、もうトヨタ選手としては、まあ、はっきり言って格下の選手にもうちょっと組まれてほしいと、はい、どうなってほしいですかね。途中を越えたボディープレスだったんですが、今のがね、ボディアタックの同感のトーナメントで優勝した時のミスだったんですけどね。かなり痛くもらってしまいました。何食わぬ顔で、選手の方に行くでしょうか。バックを取られて、バックにもあれば昔ね、ジャンボを作ったら4種類のスープレックス、前田明がダッシュですよ、7種類1回フル、担当をつけて、本当死ぬほどありますからね。いや、自ら出ていきました。そしてもう一回スワンダイブ、回転が高めだ。さあ、このまま取り込んだ一気腰、いや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 、そういきます。ジャンボを受け取った、こんなりました。いやいや、手元の時計で1分間みたいなので、気を抜いたら本当に試合時間くるっといっちゃいますんでね。もうトリッキーな方に、そろそろ消えてくるかね。今は包み込まれているところです。お客様が終わります。この辺まかり間違って、トヨタが存在を消してはずれません。これはトヨタかっこ悪い上に、ダブルワークか、ダブルアップスープレックス。清は大儲けですね。ダブルアップスープレックス投げることができれば、うわすごい、まさに両国にぴったりの技です。カウンターを入れます。さっきのキューティーをそんな側突き落としてみたいところやってきたんですけど、日常生活はこういう高いところをポチョクでしてまずはないじゃないですか。これがプロレスラーすごいなというのをいつも感じたんですけどね。これなんて言うんですか。これはローリングクレイドル、ユリギスガタンと昔からあるわけですよね。クリーファンクであるとか、まあ、男子ですが馬場さんがこれをかけられた時の風情がいいですよね。なんとも言えない。これただくるくる回ってるように見えるけども、目が回る上に一回来てるんですよ。ゴツンゴツンって言ってるんで固められてますから、見えることはできませんね。危ない、今のクズミの目を見た瞬間危ないと思いましたけどね。ゴリングレードルがあれですね、柔道一直線の飛行グルマを思い出しますよね。回転することを見るために思い出すんですよ。ダメージが倍化してる。いや極めてすごいネタですね。今のはね、最後ですね、また席になるのが本来の姿なんですよね。今回ってますからね。また行った、さっきのプラムを見てればちょっと辛いですけどね。クルマに叩き落とした。いいっすね、この気迫が。前を見てみたいものですよ。さあもう一回手崩れ振り落として、そしてバックにミサイルです。後ろからドンと押されるのを目の前にマットは待っていいのですかね。ジョーンすごい、こう
アーチを描きました。コースにもトラプリッチ、まだまだ落としましたね。まだまだですよ、体が柔らかくなかったらできないわけですね。一回この天井の中前に上がってするとしたら、すごいジャーマンです。これで決まったらまだジャパニーズオーシャンも出してないのに、よし、ともめという試合が美味しくないんじゃないですか。トヨタ並みやですね。実は対戦とにんまりっていうのはあるんじゃないですか。さあ、誰か、ジャパニーズオーシャンサークロン、ジャパニーズオーシャンサークロンスープレッド、これは猫で決まった。これはずっと高田確保として考えていたんでしょうね。いや、これでも先輩たちの対抗戦を見て、これだというのは頭にあったんでしょうね。おー、なんと取れた。なんてことをするんでしょう、取るためにさあ、見せるか、トピを見せるか。さあ、この機会に、あんたなんてことするんだって言ったら、だから私は嫌われるんですって言ってましたけどね。一瞬にブランチャーを見せました。微妙ながらバランスを崩しながらも放流した飛びましたね。ブランチャーを見せました。うまいですね。うまいというか、なんてできるんだろうというね。カウント内に帰らなければいけません。あ、ご覧ください、これは梓みちおのポーズですか。これが 3WA チャンピオンの実力です。2人で先ですか。あ、ちょっとキチ睨まれました。いいでしょうね、この黄色い欲のまんまの感じで横綱相撲というね。なるほど、トヨタ学びらしいですね、ここら辺ね。この後大きな試合を2つを控えておりますが、だからこのままちょっとトヨタはトヨタで面白くないわけです。ただ光りました。ここまで押されかかるんです。いつもはないよっていうのはね。トータル的に小田さん間違いなく押されてはいますよね。面白いです。もうちょっと引っ張ってくれないことですけどね。クズはね、前線しますよ。ハイベルトマックまではもっとこの人怖い人でしたけどね。マックになりましたよ。何のショコールこんな試合だったら、トヨタのだったらもうカリ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 して本当にブスッとしてましたからね。さあ、戻ってまいりました。丸くなりましたね、トヨタマナに。ベルトが、ベルトは持ってる人で勝つと決まるって言いますけど、逆にベルトを持つことで成長もするんですよね。それからムーンサイドの可能性もある。トヨタはそろそろ行こうかなと思ってますね。まさに2人に素敵です。クロスアームできましたね。オーシャンスープレックスを遠くからした。この技から先ほどの大技が対応されて生まれていきました。でも本当にこの人の強みは決め技が15分経過、15分経過、これがダメならこれ、これがダメならあれっていうのがね。ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールドでしょうか。さあ、サイクロンです。さあ、行きます。フィニッシュホールドだ。変えてないかな。出ました。頭から落ちたから、ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールド、こらしたから決まりです。やっぱりこの両の面から見ると、この組は頑張ってたんですけど、さあ、トヨタの波はどうでしょうね。トヨタ、先制は出しましたが、15分17秒割とよくやったじゃん。トヨタ、この波の前に崩れ散りました。やるじゃん、やるじゃん。15分17秒ホールドはジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールド。この相手を気遣う構図っていうのは女子プロでどれぐらいの感じになったんですか。やっぱり最高戦始まってからじゃないですか。そうですよね、相手を受け入れておりませんからね。なんか気遣いますよね。やっぱり片付かいのお客様への気遣いから、これは当たりどころというか非常に危険な技ですね。危険ですよ、私がこういうことをやり始めてもう両手をクロスされて、福岡光が現状に来て真理やったってこういうシーンを見せて、過去の女だったら初めて見たんですけど、みんなが話した記憶はありますからね。なるほど、やっぱり対抗戦場の監督を見せてくれました。トヨタさんのインタビューが寂しいですね。パパさんの道を引き上げていきます。ニューヒロインザチャレンジビッグクイーン、あんまりそんなには褒めたくないですね。強さを発揮した試合になりました。第5試合ですね、一体何というか。まあ、僕は頑張ったと思うんですけど、クズミはね、こんだけやれば大したもんですよ。よくやったぐらいの言葉は出るんでしょうかね。放送席トヨタ丸美選手です。まずお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。試合を見てますと、もうすべての技をですね、クズミに対して出していったという印象があるんですが。そうですね、せっかく JWP のお客さんがいっぱいいらっしゃるのにね、いつもより手を抜いてたんじゃすごくね、出させてもらって失礼だし、だからね、クズミ選手もすごくね頑張ってくれたんで、もうね、いろいろ大きい技とかクズミ選手に対してやったんですけど、それももう一生懸命やり返してきて、途中とかでも、ね、やる気がすごく伝わってきたから、もう自分はやっててすごく楽しかったです。女子プロレスの頂点に立つトヨタ選手が
デビュー2年余りの久住選手、2年足らずですね、2年足らずの久住選手に対して戦っていく、これ本当に試合にまずなるのかという疑問も一部ではあったんですが、全然そのこともなかったですね。っていうかもう2年っていうキャリアを感じさせないぐらいのすごくいい動きをしてたから、もうね、全然そんな感じしなかったですよ。普通の対等に戦ってるような気がして、うん、そんだけ、うん、楽しかったなと思って具体的にどんなところを評価しますか？そうですね、やっぱり粘り強いですね、すごく。そうですね、やっぱり武道館で優勝しただけあって、やっぱりね、最近の新人に比べたらずば抜けていいものを持っていると思います。うちの団体でもあんないい選手まだ、ね、新人の段階でいないと思ってるから、だから今日、ね、結構うまいから、ね、試合当たるのどうしようとか思ってたんですけど8月の武道館、関西選手と久住選手がタッグを組んで、チームを組んで見事優勝、やはりあれは本当に素晴らしいことをやってのけて、もう成長著しいですよね。はい、すごく頑張ったんであそこまで、ね、優勝できたと思ってるから、うん、すごく私はこの子のことを買ってるっていうか、うん、これからまたね、もうちょっと成長したらもう一回当たりたいなと思います。はい、確か記者会見の席では、まあ、豊田選手は出席できませんでしたけども、前場の小川広報部長がですね、豊田は容赦しない選手、誰に対してもですから、怪我をしないように気をつけてくださいと、こんなコメントをですね、言ってました。どうなるんだろうって思いましたけども。そうですね、怪我してますかね？いや、してないと思いますよ。大丈夫ですよね。はい、でもそれだけ体がしっかりしてるってことだから、はい、すごいですね。ということで、もう本当に豊田選手のお墨付きをもらったと言ってもこれよろしいですかね。ね、また戦いたいです。戦ってください。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、熱戦が展開されております両国国技館ですが、音声多重でお送りしています。こちらの主音声ではおなじみの山本小鉄さんの解説。山本さん、はい、今トヨタが随分褒めてましたね。そうですね、褒めるだけの久住選手ですけどね、また褒めてるトヨタ選手ね、はい、立派な選手ですね。精神的にも成長してますし、そうですね、その技、それから力、
か次 の技がかけられないっていう部分が多分出てくるんじゃないかと思うんですよ ね、 なるほどね、まあ、うちで言いますとライガーなんかですね、はい、すごくやりにくいって相手がですねやりにくいっていう部分があるんですよ ね、 あーはー、はい、ね、まあそういった試合もう終わったわけですけど、はい、今度ですね、はい、JWP の興行としても初めてのミックストマッチが、そうなんですね、出てくるわけなんですが、また後ほど VTR ので、見どころなどをお伝えするんですが、山本さんご自身は経験ありますか？アメリカでやったことあります。はーはー、どうですか？女性が中に入ってる時ですね、音が出ちゃいけないんですけどね、あんまり、ね、女性でも悪いことするやついいんですねそうするとですね、膝の上に、ね、お尻を乗っけてうつ伏せにしてですね、お尻をピシャピシャ叩くとね、お客さんもすごく喜ぶんですよね。あ、そうですかそんな試合一回やったことありますね。あの道のくプロレスといいますと、はい、東北を中心にね、はい、あのルチャリブレといいますか、はい、こう空中殺法を得意に、はい、そういった技を中心にしながらやるんですけれども、非常にパフォーマンスでもね、非常に、ね、あの人気のある団体ですから、お客様としてはね、嬉しいんじゃないですか、面白いんじゃないですかね。結構今山本さんがお話ししたような、はい、今日はですね、お尻ペチペチとかそういったのがスペルデルフィンという選手がそういうタイプですので、あ、そうですか、もしかしたらそういうチーンが出てくるかもわかりませんお、これファンの方ですかね、あるいはあ、ファンの方がマスクをかぶって観戦されてるんですね、これ。よくいるんですよね。それからメイクしてですか、あの試合見に来てくれる方がいるんですけどね、まあ、それも、ね、それぞれ好きですからね、好き好きですからそれは構わないと思いますけどね、はい、まあ、この両国ならではの風景、ご覧いただいていますが、まあ、普段ですと大相撲のメッカで行われています。さあ、それでは用意ができました後半戦の見どころを VTR でご覧いただきたいと思います。さあ、ご覧ください、どうぞ。東北激しい和製ルチャリブレを展開している彼らは、今や全国的な人気を獲得するまでになった。つい先日の10月10日、道の駅プロレスはところも同じ両国国技館での大会で成功を収めたばかり。では初となる男女混合スペシャルミックスドマッチ、出場するメンバーはこの8選手である。今日はもう上がらせてもらうだけでね、今日は楽しみに来ましたんで、非常に嬉しいですね。組ませてもらうの初めてなんで、すごい楽しみにしてます。そうですね、結構ね、こういう試合形式慣れてますから前もやってますし、ですからもう自然体でいきますよ。戸惑っちゃうかもしれないですけども、なるようにやるしかないんで、まあ、楽しみながらやりたいと思います。男性同士女性同士でやりますから、戦いは戦い、ね、プライベートはプライベート、ね、これからプライベートは始まると思いますけども、ね、偶然にもサスケと福岡は共にサスケスペシャルの使い手である。果たして2人の夢の共演は見られるのか。また女子レスラーにとって厄介な存在になりそうなのがスペルデルフィン。このデルフィンの被害に遭うのは一体誰か。JWP といえばかわいこちゃん揃い、これは私のね、この JWP の思ってる一つの団体で、かわいこちゃん、それがキャンディオクツヤ。すごい、自分も、まあ、個人的にデルフィンさんのすごい不安だったんで、組ませていただいてすごい嬉しいです男女で絡みがありつつの、楽しく、ただね、JWP の、コアなファンから変な手紙受け付けないからそれはね。ゴングが鳴るまでどんな新場面好プレーが飛び出すか全く予想がつかない、このスペシャルミックスドマッチ。前代未聞の男女入り乱れての大乱戦、そして信じられない空中戦。JWP と道のくプロレスがプロデュースするファンタジーの世界が今始まろうとしている。JWP の最強戦士ダイナマイト関西、8月10日には尾崎真由美を相手に無差別級王座を防衛。
8月13日には久住智子とのコンビでディスカバーニューヒロインタッグトーナメント優勝。現在の関西は JWP マットではまさに敵なしの状態である。全日本女子プロレスの無冠の女王アジャコング、赤いベルトは失ったままだが、その怪物的な強さは未だ健在。今回も女子プロ界ナンバーワンと言われるパワーと一撃必殺の裏剣を武器に JWP マットで暴れようとしている。女子プロレス界を背負って立つ2人はこれまで幾度となく激しいぶつかり合いを展開してきた。いつしか両者の間には実際に戦った者同士だけが分かち合うことができる信頼感が芽生えることになる。そして今夜ついに2人が団体の枠を超えて女子プロ最強のタッグを結成することになった。最高のライバルだと思ってたんですけども、やっぱりそういう相手が今日パートナーとして選ばれてね、やっぱりこれほど心強いものはないなと。だから今日はもう安心して、でもあまり頼り切らずにね、頑張りたいなと思ってます。こんなこと言ってますけどね、自分が一番目立つでと思うんですからね。なんでわかんの。もうね、そう思ってるんですからね。頼るとかね、そんなね、しおらしいこと言ってて今だけですからね。デビューさんとはもうほとんど初対決と言ってもいいような感じなんて、なぜ私ド新人のエリカちゃんのところにあったっけ、気で当たってないですからね。まあアジャコングになった私をどう、と相手していただけるかと、私がどこまでできるかと、それを見ていただきたいなと思いますけど。対するは日本プロレス界の女帝デビル雅美と、全日本女子プロレスが誇る天才レスラー井上京子。パワー、テクニック、スピードの3拍子揃った2人が関西アジャ組を追撃するために両国のリングで合体することになった。京子とはうちの山本代表にもいつもこう当たってばっかりだったんで、今度は組ましてもらうのもいいなみたいなことは振ってたんで、ね、早速念願のペアを組ましていただいてありがたく思ってます。京子さんいかがですか、デビルさんと組んで。はい、ちょっと怖いです。試合に関しては全く考える必要がなく、流れが悪くなったらまた流れを変えてくれるだろうっていうのがあるんで、のびのびとやりたいと思ってます。はい。対戦する相手が関西アジャというかなり向こうも強敵なんですけど、デブさん対戦相手です。いや、もうただのデブだと思ってもう一人デブいますけど、隣に、うん、すいません。ゾウと戦うつもりで頑張ります。京子さんいかがでしょうか。はい、蹴りをもらいすぎないように、早いうちにポンポンと行きたいと思ってます。はい。道のくプロレススペシャルミックスとタッグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナーからまずはじめに JWP ボリショーキット道のくプロレスグランナーには選手の入場です。お楽しみカードです。はい、さあ後半をご覧いただいてまいりました。スペシャルミックスとマッチワンワンが全然と言いますか随分雰囲気変わりますね。ユニークなコスチューム登場してきました。いや、みんなマスクをかぶって全身タイツだからやらしさはないですよね。そうですね。続きまして、ゼロリーダー JWP キャンディーを作る
ロレススペシャルミックスドンマッチ45分一本勝負。さあ、もう一回登場してまいります。かなり女性のカップリングペアが出ても大好きです。あ、出てまいりましたが、なんと奥津選手がデルフィン、ステルデルフィンとキャンディーですね。くれますね。しかもデルフィンのマスクの代わりには JWP とデルフィンのようなマスクを被って登場してまいりました。こういうの被ったのは初めてです。スペシャルデルフィンとかわいい JWP キャンディーの入場です。仲良くぜひ手を取り合って入場です。関西系のノリの良さ、そしてファイトの道のくの竹脇に行ったんですよ。ではデルフィン選手に歌手のイルカさんが花を渡してました。手を取って出てまいりました。素晴らしかったですね。あの時は結構ねシビアな試合になってたんで、今日はピンマスクの横に JWP のロゴが入っています。ご覧いただけたでしょうか。ピュアハート、そして向こう側に JWP と入っています。このテーマ曲はタイガー4代目タイガーマスク。タイガーと八木ひろみが先に2人入場ということですね。またなんか足を凝らしているような、そして八木ひろみの両者の足元ですね。なるほど、こちらもやってくれます。ちょっと待ってください。八木はあのマスクはまさか登場です。マスク両国でキューティーさんが来たことでしょうか。虎のマスクは入手支援の違いますよね。タイガーのマスクではないですよね。佐山さとるの初代タイガーと、どっちかというとスーパータイガーのマスクじゃないか。そしてこの八木の関節がどう、あららら、画面にちょっと見落ちてなかったですけど、八木選手もねコーナーの方に同じ目をつん。さあ、そして3日前に奇跡の大復活を遂げたザ・グレート・サスケが再び両国国技館見参ですね。となると福岡ひとりと一緒に入場と。おお、さあ今度はどんなの。あ、やってまいりました。あまり目がなかったですね。福岡のアンバサダーさんにちょっとがっかりですね。サスケスペシャルの共演は見ることができるのでしょうか。表情も険しいですね。サスケはでも福岡の番という情報は入ってますか。ザ・そこら辺でガンには上りリムです。ただし福岡は新作人生のファンです。このお揃いのガンを煽って重要してまいりました。ちなみに私は写真集持ってます。グレートサスケはこの1着の大ファンです。いいですね。そしてヒーちゃんはこの1着の大ファンでもあります。どれだけの成功できるかというのはね。両国 の、 6人タッグでもね、佐々木選手が捕まっちゃって、あんまり動けっていうようにも見えなかったですね。しかもドスコラス選手に、ね、フォームやられちゃいました。私初めて見ました。よろしくお願いします。赤コーナー JWP 132パウンド八木ひろみ、日のプロレス UWA 世界ミドル級チャンピオン185パウンドタイガーマスーク、 JWP 150パウンド福岡ひかり、ミチノックプロレス198パウンドザ・グレート・サスケ、レフェリーテッド・タナベル。第6試合は JWP& ミチノックプロレススペシャルミックスドマッチ45分1本勝負。この試合をさばきますのはミチノックプロレスのスペシャルゲストレフェリーと言いましょうか。テッド・タナベルです。目がマジですね。さあ、いよいよ始まります。ニコニコマッチになるのかな。ヤギヒロミ、それからタイガーマスク、グレート・サスケ、こちらのシーンですね。一方知らない方もいるので一応説明いただきますけど、グランドナビはキャンディーエース、ボリショイキット、ノーザショーでずっと休んでいて、スペシャルビッグマッチです。で、10月10日両国で復帰戦をしたんですが、はい、今もう早速これがスペルダルフィン、ヒーちゃんのところに行っています。見どころ改めて、いいですね。そうですね、見どころに行きましょうね。ヒーちゃんの嫌がりですね。そうですかね。マジ嫌ですね。
それとですね、面白いです。本当に面白い試合。こちらでジャスコキャプテンですよ。どうしようなかったんですけど、その試合中スポットできました。それがね、で11日なんか何回か大会でウルトラドラゴンプロレスでもこれまで取り落とした団体はありませんからね。そうですね。8人が8人飛ぶですよ。ちょっと申し訳ないけど今日はたくさん戦います。これが通常の3つのルールです。まあ何しましたね。どうかどうしたというまあパワーが違いますからね。そうですね。ところが引かれるのがこの実はチームマッチのこうコンディションじゃないですか。これがありました。面白いところでもあります。やりにくいですよね。最後もう香りが始まりました。先方はタイガーマスク、そして2番目は今です。今も若者と呼ばれております。ただですね、高根さんね、タイガーコールそして空中サポートがですね、いろんなですね、面白いサポートありますけどね、忘れていけないですね、技を競い合うことも忘れていけないですね。ファンだそうです。いろいろシューティング出身。この蹴りはいい蹴りですね。ルールで一応男対女っていうのやっちゃダメだと。タイガーマスクはね、男はシューティング見直すと。いや、そうですね。八木選手と組むつもりでいたらしくですね、優しく肩を抱きながら入場したいという夢を語ってたんですけど、肩を抱きながら下地したという道の心の責任野望があるわけありますね。一方ゼルフィン選手はさっき素晴らしくいい言ってました。面白いという声が、もし試合中にそれが叶わない場合はですね、タイガーマスクですね、タイガーマスク上下に入れますね、女性的な動きを言えます。なるほど。これは放送席で、そうですね、スペードゼルフィン1位より抱きつき効果というのはね、頭からあるかもしれないので、お気をつけ願いたいんですけどね。キャンディー、そしてヤギの登場です。試合の方はとりあえず男対男とブラックの試合というのは基本でやってますので、今のところそれが刺したハプニングはないですけどね。でも動き早いですからね。サスケも真面目なことを言っていますが、前回連続と一緒の時にはまず試合中ムラムラしちゃったという表現残してますからね。ムラ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 エルボーを落としました。そしてムラ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 コースが1村を回って試合しました。これはうまいこと言ったらいいんでしょうか。スリーパーに入りました。うまいと言っていただければ男性にはないこのスピーディーな動き、ブラムラスタジーの動きをやってるということで、はい、いいことですね。効果が組んでるんですね。脇にいるんで、あのムラムラしないようにドキドキなんですよ。奥さん子供もいることですから、さっきですね、来ましたフライングメアー。そしてキーちゃんの登場です。効果光、まあこの吉野部はキーちゃんの前というね、3日前に後楽園ホールで僕も見に行きましたよ。そうですけど、ね、はい、いいチャンス取材工業どのようにあるかというのを受け取ったことは今回は関東でした。竹の子のシャツ買いました。そうですか。そういう問題じゃないです。コーナーから、おお、サイルキックを荒らしました。選手は、はい、コーナーパスの動きとか綺麗ですね。見られます。後ろを放り出そうとしたんですが、逆にこれも余談になるんですが、私の飛行機を似てると言われた時期がありまして、それはなんてコメントしているんですか。それが嫌でヒゲを生やしてしまいました。どうでもいいこと言ってる時に限ってわざわざ決まるんですよね。ちょっと気になることがあって、昔のアルバムも探したですね、うちの母親の若い頃キャンディーよくそっくりでした。やっぱりさあ、スレートサスケの登場であります。しようがないですね。8月5日大地獲得いたしました。八冠トーナメントでこの両枠であります。さあ、サスケ8本のベルトを一気に獲得したわけですが、残念ながら一昨日大阪でウルトラドラゴンに敗れまして、その何事を何事を何事をこういうことが起きてですね、その獲得した試合でスライドを挫折しまして、2回当然休んでるんですが、しょうがないことがあるんですよね。そうですね、ルールを確認してますね。去年の衝撃メッション重症だったそうだったんですよね。よく回復しましたね。さあ、これは久しぶりだ。東京で実現するのは久しぶりのサスケデルフィンの絡みなんでね、これはちょっと素晴らしいですからね。1週間たらで相手選手の状況があるという感じですね。そんな割合ですね。結構動きいいですね。いいですね。選手結構不安がってたんですね、試合前。女の子がどうとか言ってたら頭悪いよっていう話をしたんですけど、前のこの創業に合わせてマスクを変えてくれます。この間ね、このマスク道の奥の今日は見に行ってマスクになっております。高野健二選手とサスケ選手が高野健二 &T というユニットを作って、はい、ビズ T ですか、はい、ですね、はい、演奏しましたよ、全然指が動かなかったですね。ちょっと高野健二選手が渡って、サスケ選手がもうグルーチですけど、ね、昔は1時間もね、会場中がサスケは本当にヤバいんじゃないか。なかなかいい選手ですよ、ね、頭打っちゃっておかしかった。どうなんですか、性格もいいですね。不安がよぎりましたよ、ね、まず人の面倒を見てるんですよね。道の部今一番上に立ってやってるんですけどね、最近サスケデルフィンが立つ組の時代になってますね。やっぱり面倒見がいいですね。貴重な絡みなんですよ。これが上に立つもんね、嫌いと思いますね。さあ、ヘッドロックです。この辺はちょっとドキッとするような感じがします。ちょっとね、頭蓋骨骨折ですからね。まだ復帰して間もない。おお、
素晴らしいですね。それからあの、まあ、頭部だけではなくていろんなところにおっといい動きです。さすが大丈夫ですね、まあ、プロレスラーもしこれ第一段階クリアしたということで体調で出るということは難しいんですけれども、さあ次々とキャッチしていきます。ボリショイの登場であります。いつもはこのボリショイ、今日は普通に入るという格好で出ているんですが、久しぶりのこのボリショイピットとしての試合、ロープワーク一輪車で配ってます。ロープ歩きながらお客さんから阿部を投げて、さあ八木が振り回そうとしたんですが、フラタッチ持っています。しかし八木の順調に上がってるところで、ロシア出身のゴーケが大阪の武者グループ不思議な人ですけどね。ボリショイ振ったんですが、ボリショイが体を浴びせた。この小柄な体に目いっぱいの体重を浴びせます。何かこう触発されたように各選手がボリショイの動きを見せてますね。基本的に得意としてもですね、見せてくれますね。なんか常にそういう試合を行われてはいるでしょうけど、今日は JWP にとっては特別です。年に一度のビッグイベント、ヤギ選手も人気急上昇ですからね。たくさんのお客さんが熱くしています。真面目な選手じゃないですか、真面目なファンがついてるんで、ヤギ選手手を出すと、その選手も飛びついて足からやばいですよ。なるほど、膝十字に入った。一回グーッと踏んづけるような格好で膝十字に入った。変なものを送りつけないようにというメッセージが届いてますので、やっぱり女子レスラーの飛びを見せるような人が多いですからね。キャンディーが、キャンディーが、おー、引っ張ってます。ガンディーがマスクを引っ張ってます。あすごい伸びてるんですけど、これ体の一部ですからね。もうブレイクワンのような伸びを見せています。伸びますね。まあこの辺も材質なんだそうなんですよ。大丈夫。腰を引っ張って、少し首が締まってきたんでしょう。痛いですねこれね。男子ですが、あの斉藤明選手のパンツが伸びちゃったことありましたけどね。すごい。まとめていきました。さあ、準備を整えてまいりまして、福岡光の登場です。そして。大槻健二氏が写真集を持っていて、持ちますよ。バリ島ロケだっけ。ありがとうございます。そうですね、ハワイですね。ハワイでしたか。最近のハワイですね。選手もここにいるということを知ってますから、フェンスを飛び越えて飛んでっちゃうかななんていうことを見せておりません。福岡さんが言ってましたところでしょう。ちょっとご期待。いや、そうだったらしいよ。僕ね、8人福岡選手のビデオも持ってるんですよ。両方に入りましたけども、何をさせて帰ってくるという、そういった心の持ち主でありますので、もちろん見せるべきものはですね、朝はしっかりと見せる専門店で、そういったのベースに置いてますよね。それって誰か知り合いに買ってもらうことないですか。自分で行くんですか。行きますよ、自分で。うわ、ここですね。福岡動きません。福岡がうんちっと4名をしまして、福岡ね、私ね、福岡選手がね、20分ぐらいの SF ビデオに出てるの出ましたね。いや、福岡はあれも残ってますね。なんとかコマンド F と言ってました。なんと言っても勝利のわからない作品ですけどね。僕はもうちょっと友達に頼んで、しかも美味しい人を見せてしまいました。得点からのエルボーです。それはいかんです。ジャブですね。ちょっと元に取れますね。しまいました。いや、本当に今日は大槻選手の話を聞いて感動しました。それは。お、これはいますよ。さあ、ロープに駆け上がった。ああ、道のくの人生の、新崎人生でおなじみのロープ渡りですね。はい、手を上をギュッとねじ込んで、このロープ渡りも選手によって雰囲気違いますよね。おそらくアンボクシマッチでいいでしょうけれども、キャンディも私もやりたいという感じで、キャンディもこれをお得にしています。アンボハッパー見せました。そして一個一個重みがあるんですよね。ポジションの上で小気味ですね。キーチャンズどうしますか。これも見逃した。出ますよ、キーチャンジャンプです。キーチャンジャンプ。しかしタイガーの服飛ばす。今タイガー飛びませんでした。飛びませんでした。これは気がつかなかった。さあ、そして山先生に申し訳ないとかいろいろあったんでしょうかね。いや、久しぶりに聞いたのもいましたからね。山本選手がご存知の方はもう教室に吹っ切れてるのではなくてもという感じでしょう。惜しかったですね。この道吉のカニのマスクをつけております。グランダニは、おーと綺麗だ。いいですね。ゆりちゃんなんか知らないね。初代タイガーマスクのような形と昔の感じですよ。初代空中に舞い上がっていこうというこの道の面々。さあ、トローバーは新鮮ですか。鉄柵の外に逃げてしまいました。これは出てはいけません。鉄柵の外はダメです。タイガーがゆっくりと回ってまいります。いつもですともうちょっとこの鉄柵がリングの奥まで入ってきます。ナイスプロが入ったということで飛びも大きいので、ちょっと気をつけてください。そういうことですね。さあ、さすが早い動きに入ります。この辺を回りします。技はないよ。どういう技だよそれ。アイスパークのロープありますか。そんな技ないです。この両者ロープの外に逃げちゃう。プロレス奥が深いと言われてました。深くはないですよ。
はい、すごいですね。これは力士の自分自身をもらってもいいぐらいの形ですね。さあ、抱え上げて落としました。素晴らしいな、デルフィンも。エフラドーラ、このヒーロー、こっち来ました。おーっと、こっち来ました。風車式のバックティーションですね。いや、この瞬間でデルフィンも体を横にしてましたね。姿が焼き付いたのが間違いないヒーロー。ラッキーデーのね、系の技ですよね。ラッキーですか。後で泣き見ても知りませんよ。ラッキーデーのタイミングと空中パワーのね、技ですね。いやー、メキシコも当たってますからね。何が起こるか分かんないですからね。学んだところもありますし、はい。今度は女性と女性の圧力が不安なことでですね、試合全体はやっぱりパワーあるんですよ。ジェイジャーピーの音楽だとね、手本付けでいます。やってたんですけど、今回なんかお嬢様学校との合コンみたいなムードになってますね。遊園地からスコアに出る時はこういう散歩を予防されます。なるほど、あるみたいですね。コーナーに持っていきました。同じ今度は逆コーナーを対角線になっていました。同じチームに行くもボディーアタックを見せます。まさに合コンの闘魂状態です。2つ今度は判定してからミサイルです。ですね、オクスはね、やっぱりウッドロックマスが燃える合コン、燃える合コン、うまい。原口の鈴木さん、メガネのこの、おっ、おっ、タッチミンなだれ式。おっ、さあ、今やりましたよ。やったかも、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 やったかも。しかしね、クラスで言えば優等生の緊張タイプのヤギちゃんから仕掛けたというのが飛び込んできました。ヤギちゃんの絡みといえばやらしい競技を女対カニと考えたら全然やらしいですけどね。もっともっと引きながらのパワー。さあ、ヒーちゃん、おーさん、なにわ選手は今、なにわ君は多分ムーンサルトくらいに一瞬試合だと思って待っていたから止まりましたね。しましたね。心理的ダメージ、これからの心理的ダメージが気になりますね。勝っちゃった、勝っちゃった。わざだよ、わざ。あるいはパンチャー、そういったものを何事も出してくれますが、誰が飛ぶか、みんな飛べます。いやちょっと天国から地獄ですね。一瞬福岡光のこの柔らかい肉体がボヨーンとくるのを想像したら、ね、どうですか。福岡もやっぱり距離感ですかね。距離感もいいしですね、垂直にうまく飛んでますね。今一瞬帰りかけました。デルフィンを打った、怒ったふりして一旦出かけましたけれども、それはまあ許されません。まあ逆でしょうけれども、大変というか、おお、豪華にしてやられました。スクールの上に乗って、上に乗っていました。内心試合とかもしれません。大丈夫だったでしょうか。いやいや、足はどうなってますね。そして、ボリショイが。おお、おお、いや、ボリショイキット。ボリショイキット。ボリショイキット。すごいすごい素晴らしい技を見せます。ちょっと待ってください。これはもうとどまるところがありません。デルフィンダラー、ここまでは分かります。ボルシャイクのラーをよく使うんですけれども、どうするボルシャイクというんではないかという一部の説もありますが、佐山さんがこのお互いの団体を意識しているのか、いいイメージを、それが入り乱れているミッドマッチ。今歴史が全く目を離すことができません。確かに横ったら横落としです。さあ、ご注目。これがカニ歩きダイビングエルボーの全勝戦なんですが、最近この技に誰も引っかかってなりました。これは技です。これからダイビングエルボー、これは一応カニエルボーという一応正式な技ですので、このカニのポーズの時にエネルギーを貯めているわけですね。決まりの両腕に溜まったエネルギーを一回放出するというね。ダイビングエルボー、いや、お、みんな考えてますね。さあ、ツーカウント、逆転プラス技です。妥協すると、すると女性との肌の接触はないぞというね。そしてこれで4台目が殺すんで、そのまま頂戴カット捕まえた。何か感じる、そのまま静かにしてる感じがありますが、当たりはないですね。これは抜けます。やりそうですよね。今ならやっちゃうかもしれないですよ。ぐるりとねじり上げて、あのブリーカーですね、後ろに回ります。後ろでねじ上げてる4点のマスが先ほどの打球のフォーマスが戻ってきたグランナニバです。はい、やら嬉しい、やら。さあ、今度は今度は合体ブレンバスターです。簡単に合体しますが、こういう合体は難
しい人ですね。そうですね。タイミング合いませんもんね。なかなか。こういう人は無理にでもくっつけないと合コンの時もうまくいかないですからね。いるいるいますよこれね。どうして根回しして2人きりさしようぜみたいな。ああ、そうですね。宙づりになりました。足を引っ掛けられています。そんな真面目な。副伝説にとんでもないとんでもないことが起きてしまいましたよ。ストレートな久保先生が見たら何と言うのか。いやーこれはとんでもないことになりましたね。タイガーが目の前に撮ってますが、なんとも言えない表情ですね。ここから緩急が息を止めました。今どう反応していいものか。大変な瞬間を見てしまいました。ボディスラムを一回待って、さあグランドデリバーセントーン。ここでやられちゃうと普通の絡みが非常に刺激がないですね。頭に引っ張られてね。自分の連絡攻撃された男子レスラーというのは僕らも経験ありますから。全然カップラーで普通にやられてますか。内部が腫れたとかそういうことありますか。ちょっと心配ですよね。ここの一部が何か所か腫れてたらしいですよね。こんな中でシビアな技を出しますかね。10月10日、この両国で道の国のビッグイベントがありました。それに復活、間に合いました。野田をやってる人が活躍してきました。しかも、おそらくこの空中サップを回さないんじゃないかと、こうやっていたんですが、ちゃんと落とした石に入れてましたからね。やっぱり本人の役割は、お客様に見せようっていうね。そうですよね。それはやっぱりプロですからね。プロ魂ですよね。そういった、それ2つ前の、この時間の一応の選手たちは忘れることはありません。そうなんですよ。片時も忘れることがありません。それぞれの思惑が、その子はコーヒーを飲むと、こうしたカーペットを30万ぐらいだったら買うと、サスケのアントとねじり上げられている。サスケにあのブリーカーです。これも西野、これ西野の決まりのアブリーカー。マッカリフィンガー、サスケは腕をへし折ろうと。アブリーカー、あ、順番に行きますね。苦しんでる、苦しんでる。ベルフィンも内心待ってれば、ついに念願のスコーカーの絡みがまた組んだ。同チームです。怒った本当に怒ってるような感じがあります。本当に怒っています。仲間割れですか。道の国プロレスお得意のこの辺はお決まりのコースでございますが、あらあれあれさあ、あっと、あ、これ8人がすごい展開が今何人ですか。ああ、途中がここで勝利入ってしまいました。仲間割れです。勝ち点あったでしょうか。ありました。なんてこと。これはメキシコでいうエストレーザという技を狙ったんですけど、また出ましたね。一投さあ出ました。エストレーザの完成。これはそうねえちゃん、もうみんなどれもいいやつですよ。4代目も側転からのエルボー。側転からのエルボーです。さあ戻ってきました。ちょっと何が分からない状態ですから。そしてケブラーだ。いや素晴らしい。ゆりちゃんどうですか、サスケの空中殺法は。そしてあーボルシャンだ。ケブラーだ。そしてヤギが飛びますね。ブランチャーが、ブランチャーいつもやる高く待っています。さあ打つが三角飛びのブランチャー、ブランチャーをかます。そして福岡、福岡がブーサーだ。なんだなんだなんだ、場外にトップロックが出てきました。2段落ちですね。いいですよ。拳の宣伝がありまして、タイガーマスクはワイプします。ゆりちゃんどう、この投げを見せまして空中サップの連発。すごい今綺麗だった。ダイビングエンダー、ダイヤやダイボディプレス、すご
い飛距離ですね。そうですね。がまた三分の一着ですからね。そうですね。このタイガーマスクはそうですね。こんなで距離が定評あります。土作さんもいいですね。パイルドライバー見えない動きが止まりました。いろいろ悪さしてますよ。この距離です。この距離で飛びます。さあこれこそタイミングを取りましょう。一よりびっくりの一撃。なんと。あんだけ飛べるっていうのはすごいですよね。ジャーマンかロープの反動を利用して放たされた。タイガー！そう。めっちゃすごい。いやちょっとタイガーも吹き合うところでいろいろ考えちゃってるんですかね。ありました。次誰と絡もうかな。放送席、グレートサスケまだ場外で倒れたままです。頭を押さえてます。ああそうですね。私たちはちょうど右なんですけど、ませんでしたけど。ニコニコ合コンかと思ったら、サスケが場外で日本でも発射して酔っ払って、ちょっと進んでますと、ちょっと意識決まらないですよ。合コンで終わっちゃったそうですね。余裕がありましたから、映像として本当にノーサスをやってますけど、ちょっと頭を押さえてもらってないですけどね。ちょっとシャーッ、やっぱりですね、あの大きい見てて逃げられたりするでしょう。大騒ぎ、頭に響くでしょう。ちょっとしまいました、サスケが頭を押さえてもらってますね。今90位です。先ほどケブラーガーを放った時だと思いますが、あれ以来倒れたままです。ちょっと心配されます。優勝はもう女子だ。ドロップキックを放っていきました。効果狩り、さあ効果狩りが上がった。デルフィンが、デルフィンがもう1対1、実力コースで持ってきましたね。捉えています。デルフィン、これはいけません。男子最上司はしかもデルフィンキャッチですね。なんということは、デルフィンタッチ、助けは助けたんですけど、フラフラしてるもんだから福岡の上に落としちゃいましたね。最後は強いね。ロータスロータスロータス、さっきまで倒れてたのに。そしてそしてタイガーマスクが、助けはやっぱりまずはキャリアから、そしてパンチャー、タイガーマスクが放ちました。あすごい。そしてデルフィンだ。そのままアウト。リングは今ちょっと本当に女性陣だけになってしまいましたよね。寿司で決まりましたね。これはちょいキット、もう一発。おーその人はヒーチャンズプラスワンで決まってしまうかもしれませんけども、さあどうする。合体のグッドスタートです。八木選手の小さいが加わりますけれども、男たちが一つアウトになりました。場外で M がどうするんだ、どうするんだ、どうするんだ。あ叩き落としておいて、何故に今後ろからサスケが出る方向に来ましたのがアトミックドロップ。このボリショイを捕まえています。さあライダーが効くか。これは男子が誰が戻るのかっていうのが、そうですね、これがいわゆるライダーキック、ライダーキックみたいなやつなんですけど、お尻から当たっちゃいましたね。そしてタイガードライバーだ。お客さんもやっぱりね、サスケが倒れてるというのを見ちゃって心配になっちゃいましたね。最後は22分を回っておりました。両国のメーカーの JWP&ミチノクプロレススペシャルミックスマッチ。
この JWP 両国大会にルチャワールドを展開してくれましたみちのくプロレスのグレートサスケ選手、まずお話を伺いたいと思います。まず頭の方は大丈夫でしょうか。ちょっと今日も狙われましたんでね、ちょっと今ぼーっとしてるんですけど、先ほど場外でちょっと動きませんでしたね、そうですね、ボリショイ選手の、ケブラダちょっと、いいところ当たっちゃって、やっぱり女も男も関係ないですよこれ、当たりどころがきついと、いやミックスドマッチというのは男性対男性、女性対女性が普通かなと思ったら今日まさにミックスでしたね。もうそのつもりはなかったんですよ、絶対分けようと、けじめをつけようと、でも成り行きでこうなっちゃいますね、どうしてもね。しかし JWP のですね、ファンの皆様の前でみちのくの世界、本当に皆さんも堪能できたんじゃないかなと思うんですが、そうどうでしょうかね。ちょっと明日から怖いですね、男性ファンからカミソリなんか送られてこないようにと。そうですか、はい、それでは福岡選手ひーちゃんに伺いたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずゴンが鳴った瞬間にデルフィンから抱きつかれてしまいましたね。びっくりしました。あれは狙っていたんでしょうかね、デルフィンは。いやわかんないですけど、しかしですね、まあ、福岡選手もそして八木選手も、目が生き生きとしてましたね、最後まで。でも、組んでた選手、サスケさんとタイガー選手とかヤギとかみんななんかすごいなんか頑張れって感じでやってたんで、負けちゃいられないと思ってやったんですけど。みちのくプロレスの大ファンだというひーちゃんですが、一言感想お願いします。初めてこういう形式の試合やらせてもらってちょっと戸惑ったところもあったんですけども、でもまたチャンスがあったらぜひやってみたいんで、すごいいい経験をしたと思いました。本当に楽しい楽しいルチャワールドを展開してくれました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。本日のまず井上君が頭の方はどうですか。井上君をすごい突っ込みでしたね。両国にやってきたすごい突っ込みでしたけど、さあメインが打って変わってすごいです。女子の後ろから4人が勢揃いというパワーアンドテクニックスーパープロジェクト6月一本勝負、まずは井上京子の入場からなんですけども、これはすごい試合ですね。状況ね、井上京子の大きな背中が見られます。そして今いやでかいな、なんかアメリカの遊園地にいるおばさんみたいですね。言わずね、言わずね、言わずね。そしてパートナーがデビル雅美というね。こちらは同じ日のテーマによりまして、日本一にはデビル雅美の登場です。今日はやりがいのある試合だ。これ最後に似ている京子と組んで頑張っておきたい。京子の人がほとんど子供の頃から見ている。すでにいつものデビルの表情ではありません。いつも優しいお姉さん、そんな感じがあるんですが、安心します。非常に怖い目に光っています。ベテランさんの目が光りまして、デビルネタの超ベテラン、安心します。女性の癒しが光ります。デビルマサミ大歓声が湧き上がります。まあ今日も一応気を使ってね、いつものようにパープルのコスチュームです。これはすごい感じチームだ。今日ここに一連して、そしてリンクに上がりました。どうでもいい話ですが、歌もうまいんですよね。歌はうまいです。演歌からコーラスから何でもうまいですからね。前女時代は紫の黒糖を持って演歌を歌ってましたが、今アラゴンが考えされました。向かいながら大丸とレアソの実力、アジャのパワーは無尽蔵です。そしてアジャコング今日は関西というパートナーを見て、先輩デビルマサミに何か何人趣味のですね、社長報酬がまた、そうですね、暴れるんですよ。そしてもう一つ光るもの、右手に持たれました石油缶。かっこいい。いつものようにこの石油缶を右手に持ちまして、堂々の入場です。この道の狭い狭い風格がありますね。いいですね、こういう写真ですね。赤
彼女も普段バブルタブルフに行ってこういう大きな会場でどういう試合がいいかっていうのを掴んできたこともあるみたいですけどね。アブドーラだけじゃなくて、そして潜水機の持ち穴の迫力はありますね。その巨体をリングに上げました。ちょっとこの人だけは敵に回したくないですね。しんがりが JWP のエース関西と、はい、最高のパートナーを得た関西とアジアの試合もすごかったですけど、両国のメイン、去年は関西がアジアを破って赤いベルトを巻いたこともありましたね。本当にそういう意味ではこの試合のメンバーがいかにすごいかというのは、歴代のチャンピオン勢ぞろいですからね。この中で目立とうと思ったらよっぽどのことをしないとでも目立たないですね、これね。ダイナマイト関西、今がっちりと宿敵、しかしこの中の格好で2人とも防衛ヒーローモードが出ますね。出ますね、これ出ますな。もちろん悪の狩猟役でこれは強そうだ。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー、全日本女子プロレス185パウンド、井上京子。井上京子です。テクニックで両国を魅了するか。170パウンド、デビル・マサミ。女帝がこの両国を威圧します。デビル・マサミ。赤コーナー、全日本女子プロレス210パウンド、アジャコンヌ。この人のパワーが両国を揺るがします。アジャコンヌ。 JWP180 パウンド、ダイナマイト関西。この大きさがこの両国にはよく似合います。ダイナマイト関西。さあ4人が勢ぞろいしました。これはちょっとブーイングに対して関西のすごい4人が揃ったもんですね。見事ですね。怖いですね。先日なんかテレビで見たら芸能人パチンコに輝いてましたけどね。パワーを感じそうですこの腕もすごかったですけど、やっぱり勝負強いんでしょうね。そういう意味ではそれぞれの声援受けております。そしてこのカラフルなコッシュ、顔負けという言葉が浅いできるか分かんないですけど、これだけの風格大きさがある男のレスラーって今こんないないですからね。そういう意味では本当にいよいよ長井郷さんの漫画を見るようなそれをというですね。両国国家一応高まった瞬間ゴンが鳴りました。まずは先頭は JWP の両者です。ダイナマイト関西、ダイナマイト関西、長井さんの漫画人がデビルコーナー3ってところですかね。うまい、その通り、うまい。デビルさんは何ですかね。パワーアンダーテクニック、スーパープロジェクト、プロ大エースじゃないですね。まさにビッグプロジェクト、パワーアンダーテクニック。本当に関西ってニュージョースキンで見るんですけど、もっと大好きみたいな話で、そういうね、両者が向かってそうで、両チームにそれぞれ割り振ることもできるようなね。そうですね、関西トリオによってはいろいろ考えられる。ロボ関西作りたいですね。どの辺をこう注目してこの試合を追いかけていますか。モビル関西難しいですね。ただです、そういうなんていうか圧倒的な強さがやっぱり持ってますね。テクニック持ってますしね。自分もすごいの持ってますし、ずっと強いというのはレベルさんすごいですよ。想像もつかないですね。さあ、なんとも大迫力で、すでに試合が始まっている。ナリアットを上げる。なんとなんと、レベルのナリアットが強い。ちょっと言うよりも、誰が一番強いのか決めてやろうじゃないかっていうノリになってきましたな。デビルのラリアット可愛い。初めて見ましたよ。やっぱり女性の目から見ると可愛いですね。下げです。膝も下げてきまして、バランスを崩しました。スコアが出ましたね。マクロからミクロへと進んで、スロキニキアで押されています。立ち上がり、ベテランの女帝。そしてこの自慢顔。いや、これは。僕この間北海道で、エイゲン・ハルカ選手に会いましたよ。そうですか。街歩いてました。すごい話です。すみません。ここは、調子に出るだろうが、何だろうが関係ありません。こいつたちが一般人に混じったんですけど、この人がすごい貢献ですね。一般人としても一般人選手が、そうですね。関西。やっぱり、気持ちですよ。要するに、高速ゲームにしろ。よくなればなるほどですね。そういうという感じでしょうね。そうですよね。一目で見てプロレスラーを焦らげる。すごいですね。女子では見ようと。
スラーだなぁキャッチされました。最近の選手は頭にいたまきですか。女子プロレスラーですね。キリっていうメンバーが多いなじらんですよ。厳しいですよ。腕回りとか太ももなんか腕回りですよ。井上恭子が入ってない。おぉ、早くも恭子が強くが天井がないですね。最後独特の大勝を見せてくれそうです。よっしゃ、脇腹で首を切って腕を伸ばして、まず右腕を使わせば使わないといけない。左腕を今度は捉えた。右級のガードでこういうね、ルチャ系のガードを使うところは井上恭子も高みなところをくすぐりターンでしたからね。恭子の体重80キロがかかってますからね。上がるかどうか。ツイテンジョン、ロメロスペシャルツイテンジョン、いったじゃん。ツイテンジョンってのはすごい。井上恭子とかですね、普通でもすごいですけど、今3人できないでしょ。腰を照らしてるんですよね。両国でツイテンジョンってのはうまいことなんですけどね。そうですよね、小鉄さんおっしゃる通り、まあ、怪我は限られてきてますよね。本当に治らないうちに、でしょう。また井上恭子が怪我するのを分からないように試合を動かしないから、すごいですよね。今度は、直しだ。右のチョップ、それから今度はラリアット、この体操に二度腕を叩きつけていった。そして今度は自分の体がいったところ、カウンターをもらってしまいました。こう打つごとに鈍い音がするんですよね。確かに、ここに僕の体操の恐怖が持っているでありましょう。逆襲兵、一瞬で俺が焼き肉屋であったという音、なんとも言えない不気味な音です。何食べてるの、わかんない。焼き肉屋で見た可愛さとはまた違うでしょう、このアジャコング。領収書もらってた。ボディープレス、アジャコングは先ほど出てまいりました。コングですからね、すごいことだと思うんですけどね。リングネームとはいえ、そうですね。でも結局アジャコングでしまいました。今言われて初めて気づきましたよ。そういう言われ方をしていますが、まあいつも実力はすごいものを見ましたね。まだまだ巨大なものは一瞬にいいでしょうね。一瞬これだけのカードしてよく下げますよね。工場みたいな向きがグイーンと倒れるスリングを見てしまったら、ネットがあったのかできませんでしたが、すごいものがありましたね。一方、この井上ですが、12月8日、そういう意味で井上君もそうですけど、この選手はトヨタに挑戦するダイナマイトであったり、デビルさんなんか真面目にデビルさん、井上恭子だってなぜ普通の名前なんですか。それであのトヨタが試合見まして、今、恭子が動きますね。そうですよ、応援しやすくて覚えやすい名前だからいいわけですよね。デビルさんっていうのも、冷静に考えたらすごいですよ。いいですね、悪魔のまさに。しかもなんかこの、昔の女子プロレスの名前ですよね。デビルさん、素敵な話題が飛びましたね。カッパが並んでますね。ビクトリア不死身とか話題を浮かべる英語と名前というのが最近の話題です。そしてこの重たい体重100キロがドシンと薄い石のようにのしかかりました。165センチの、まあこの4人の中では小柄なんですけれども、100キロあるこの体重。前の母ちゃんアジャコングだったんだと言われた。アジャ選手は大打ちつかみました。エリカで、そしてこの前の関西のエリカジュバイちゃん、白エリカ、さらにこのタンベルの高を手に蹴り、すごい、すごいですね。いやこれはなかなか見られない。まあちょっと結構マジで泣きがってますよ。井上恭子耐えてますよね。この拳が一番怖い。この全部でやっぱり試合やってきてますからね。アジャコングしかもメインイベントだったんですよ今日。おそらくですね、こういうビッグマッチ1日2回メインイベントっていうのはアジャが初めてじゃないですか。本当に投げると奇跡ですよこれは。先ほど誰しもが引かない9人に残されましたデビルですが、クリーゼンまさにもスリーテンジョンにチャレンジしましたね。これある意味で実施を変えないフォローが変わりましたね。フォローが変わりましたね。フォローですね。まずはこのマンモスの足にガッチリとなんかカソマの大ジャンプみたいな足がありましたね。今食らいついていきました。そしてこの太い太い肩、腕を取ることが大変ですよ。まずやはりですね、今ソ連代の井上恭子ですね、効いてますね。しまうのかな、これでスピードが鈍りますよ。今アージャーが来てますね。今アージャーが倒れ込んでいますね。今立ち上がりました。さあ、それよりもこちらです。入れないですよ。この重たい重たい、確かあったんですかね。頑張ります。あったのかもしれないですけど、記憶にないですね。あ、いったー。うわー、押しに来ますよ、デビルさん。デビルさんで失敗してもこう見せますよね。大台あるのような感じで
ち上がることができなかったヒロチン、重心が低くてヒロチンドラップで上がりにくいですよね。同じ100キロでも、まあ、同じ100キロってのもすごいですよね。サンライターそういうこと多いですよね。始まります。ライターシュッシュッと決めます。この人がやるとまた一気は当たり前のごとく技が入って出てるようになって考えてますからね。すごいっすか。いや今皆さんご覧になりました。エレビルの一瞬後ろのコーナーハットの後ろに受け取りましたね。現状見に行った時にアジャーコーム選手が11になってハサミを持ち出して現状中に練り歩いてお客さんの顔にも聞いてました。大事もありますが、そうですね、下田選手が後方に現れてきます。歴史ですね。今やその仕事は世界チャンピオンですから。デビルはこの世の中ではおよそほぼ10年以上のキャリア、10年くらいのキャリアを歌っております。みんな歌ってました。アジャまで歌ってましたからね。アジャ歌ってました。アジャと大戦で歌ってたわけですよ。見てるのも痛いですよ。今お尻にね、カップリングがブルナなんていう、メインボーカルがブルナなんで、コーラスが井上京子というすごい濃いユニットがあったんですよ。アジャは参加しています。今も1週間ぐらい前ですか。今もあるんで、次も体重の成分もっと効くってことを教えたり、そういう歌も何とかみんなでグループで井上孝子とね、井上孝子とアッション技っていうグループ、レスリングの技ってますね。また結構の両方のテクノでね、今年は大きな話になるとね。男子で歌うのは高野健二。あ、僕一度木村文乃さんがなんとかのランバタっていう歌を、デュオランバタ、デュオランバタでした。ランバタブームの時に、読売ランドイーストでリングに登ってタキシードで歌ってた健吾さん、稲妻。足をまず絡めて、デュオランバタありましたね。僕も木村健吾のですね、レコード発売サイン会に行ってサインもらったことありますね。本当にプロレスって振り返ると歴史がありますね。らしくもないぞという CD を買ってしまいました。らしくもないぜ。もうデュオしてしまいましたから。今日から送りますか。そうですか。僕も炎のライブのデビュー発表会の時サインもらいました。クラッシュギャルズにいろいろありますね。プロレスとか元年とかボディスラムではかっこいいで落とし込んできました。まあ自分の体重は勝っています。そしてその後関西だけでコードを出してないと。そうですか。これになりますね。じゃあね、その話なんかしてる間に試合は重厚に進んでますけど、今回はあれですね、重いやつをどうやって大技かけるかということですね。まあこのアジア関西デビルはすでに 3WA のチャンピオンになってるんで、この強化だけなってないんですけど、先日堀田由美子に勝ちまして挑戦してもらいました。今回強化がということは年内にもひょっとしたらこの3人の仲間入りをして頭を落としていきます。脳天に入ったんではない挑戦というのは、まあね、そうなってから、まあ、新日本の G1 じゃないですけどね。今ベシャッとなりました。こういう感じに苦労話があってですね、別に売ってるもんじゃないじゃないですか。はい、選手がメスロの事務所郊外の中退とかから串がつくるんですよ。ピカピカに磨いてですね、それがメスロの山賊の裏に置かれてたんですよ。6番の練習するスタジオがありますね。よく上からね見てるんです。僕体重を削ってあそこのスタジオからさすがですね。うちのバンドみんなファンなんで。あ、そうですか。セカンドバンドやってますよ。練習そっちのけどみんな見に来ます。いやいや、トップロープいった。エルボー、すげえ重い。エルボークラシック。普通のゆうちゃんとか普通の女の子だったら10キロのもの持つだけでもヒーヒー言っちゃうでしょ。8キロのものじゃないけど、みんなが苦しそうな恐怖です。耐えられないですね。普通の人なら本当にまとまってるようですね。ちょっとね、今日はビーフというさっきのキックですね。あれがなんか見てるんですけど、もし受かったら見てるんですよ。戦ってほしいけなかったんですよ。聞いてるんだけど分かってるわけですね。その強化は練習とかなんとヘビー級のミサイル、スマホとかしてたでしょ。だからなんか学校の砂場とかで打てたりするとかして動くしない。なるほどね。僕はどういうことか、砂の意味は何のか、砂浜を真似たのか。でも砂浜使っていいじゃないか。当時は全国の女子中学、女子高で同じようなシーンが見られたんでしょうね。まるでただ、たくましい練習たちが
何かをですね投げたら何かが相手をダメージを上げるとですね、死亡者がから選び抜かれているわけですから、ね、強いはずですよ。重量は無能です。おぉ、2発目決まった。ここでやったら上がるでしょう。なるほど。さあもう一度挑戦するのか、あるいは裏剣が違う展開に持っていくのか、油断してると来ますからね。最近右だけじゃなくて左でも打てるようになったんで油断も少ないし、行くぞ。関西がいいカットに入った。関西が少しいておっ、安心だ。アジャコイム飛ぶつもりじゃないでしょ。この場外どうだ。お、アジャがどうする。飛び加速度つけて飛んできた。安城の中山に高安石井だ。なんとなんとアジャが飛びました。これはデビルでもたまらないものがありましょう。サスケ選手のコメントでボリショイのあれが聞いたってことですよね。ボリショイの何倍もあるアジャが飛んできた。デビル大丈夫だよね。さあ今度はトップロープにアジャコンがいる。今日はチャンス。DDT です。力がというね、投げすぎような DDT を決めました。本当に井上君も瞬発力決めてしまうようなフォールだったんですが、2つになってるようにワインはポーンと出ますからね。だいぶダメージを受けています。もし彼女たちがゴスプロに進まないで他の競技したら、今年のアトランタオリンピックなんかもっと日本面白くなってますよ。これは無理ですね。ソーガン投げとか大事な投げとかね作っていきましたよ。上がらない。素晴らしい。振り強いですね。いやすごい。いや。はっきり言って4人だから。まさにそうですね。デビルさんでしょうね。いいもの持ってますけど。ないですね。当たったことあんまりないんで。勝てば。あたりにまた一つ勲章が増えますね。はい、引くか。まずは。肩落とし。身長が増えて。やってくれますね。加藤落としとはちょっと今デビルさんもベテランでもやっぱりいろいろ勉強を続けているわけですよ。早く新しいものがあるんですね。タイミングでボディープレス。いやそれにしても重い試合がこれだけ続くと、おそらくスタミナも消耗していると思うんですけども、全然疲れた素振りを見せないところがみんなすごいですね。動きに行ったのを見て振られまして、退場させられたにね経験を持っているんですよね。アジャはその度を返さなくなりました。クロスチョップ一発でもらえたらしいです。あまり試合を長くやられてるんですね。当時は非常に怖いデビルですね。そういったイメージだったんですが、この試合でそれを無理されたいとワールドプロレスリングとさらに不安なのに難しいですね。あのギリギリのところに入ってみればすごい感じなんですよね。10点のわけです。手順が出てくるので猪木さんがダーをやって猪木勝ったんだ。このパターンだけは避けたいんで、やられた時のね、これ覚えてますからね。ちょっと落としたんですか。一番受けたくないわ。ラリアットはかわしたんですが、その後ラケンが待っておりました。やだ、2分落としましたね。嫌な音でした。これすごいな。でもお互いどっちのチームも今回は初合体なんですけども、連携じゃないですね、これね。お互い自分が勝つところを出したいがためにやっと入ってきましたからね。それが逆にいい方向に行ってますね。セカンドロープ、関西がスピードを1回まだ打った上に乗せました。決めようというのか。うん、あーっとダイビングボディープレス、そしてそのままカウント。ちょっとでもここはちょっとはちょっとじゃ決まらないですね。みんな精神力ピンと張り詰めてないです。しかも試合が終わりにならないのは決めのポイント、すごいですね。ポーズを出しました。さあ勝ち上げた。これはスルーします。まだまだデビル力が残っているようです。スプラッシュマウンテンで今年もこの両国ファイナルを飾ってくれるんでしょうか。昨年のこのファイナルパワーボムの強さと、そして関西の一騎打ちでありました。ガッタリした。ちょっと重かったみたいですけどもね、すごい力だ。関西は2で跳ね抜けました。ちょっとデビルさんが大技を食らいつけてしまった機会はありますけどもね。今回はこの関西が自らアジャと組みたいという希望を出しました。本当に一人で行こうです。最強のコンビ、シャロ関西が今攻め込まれています。DDT を食らいまして1回転。アジャは今呼吸荒くこれを生還しております。ちょっとアジャも疲れているか。もうかつスタミナ戦になってきましたね。疲れも伴って、あるいは分散作業もあって、勝負のアヤがだんだん生まれてきそうです。それを少し感じます。
だけの足を痛めたという、ね、巨体ですね。そう考えると関西アジア勢は2人違ってますね。しかもスピードもありますし、アジアが今体力温存してますね。それぞれの持ち味を生かしてますね。これもうまいですよね。やっぱりベテランになってくると。強化どうするんだ。関西強化は3着止めてるぞ。強いエルボシンクロマッチ買いますよね。関西に乾杯するですね。ここは敵に一発接続しておきたいというのがおそらくあるでしょうね。関西は唯一このテクニックを見るとそう言われています。井上京子それぞれが参戦してくれましたが、その度に素晴らしい伊藤展開しています。確か先ほどのこれはおちゃんとおーっとバックドロップ。これ強烈。お前これさんも危ないというこれ。危ない危ない。ヘビー級が一戦でタイミングだとすごいバックドロップ。そんなの井上太郎子は去年神崎でもいいですけどね。もちろんやっちゃったって言われたらこれはいいです。バカじゃやんなっちゃった。ああ驚いた。ちゃうのも痛いらしいですけどね。的が外れて脇腹を外れてるのは大変痛いらしいですよ。ストバックが今デビルさんの目の前まで行きましたよ。もしや2人でラストスタートをやろうというのかな。やめなさい。そういう連携はダウンだよ。これはさすがに200キロが降ってきたら投げ打ちます。あれだけ腹筋を踏みつけられてなぜ井上京がここでブリッジができるのかという容赦のない痛めてるところを切り。このスリーパー先のうまい技体重を切るスリーパーどんじょろじょろに体重を絡めていきます。ちょっとねじるような感じで横を倒れた。お客さんまだまだ来てみたらスピードだったり真後ろにまた関西が倒れたんですね。真後ろにちょっと今アジアと組んで合うやついるから巻いてますね。負けられないところもありますしね。ダメージかなりあります。関西の意地も張り合いと。しかしまずはアジアのダメージもそんなにならないですからね。これほっといたら今ゴジラとガメラが変だと思うんでしょう。その通り今変ってきます。ゴジラガメラ組これは川崎のフリーはロープだということで確かにガチンと掴んでいます。いやいやいやエプロンから今度は川崎を締め落とそうというデビューですね。はいはい。関西はどちらかというとメカゴジラなのかもしれないですけどね。そういう意味ではあーじゃあアジアを昨日コンゴとして東方版の一番強いですよね。ずっとダイナマイト関西をメカニコングとしたらこれはだいぶこれは大きなダメージをスタミナロスをゴジラ対キングコングという映画見てどうしたみんなみたいな終わり方ですよ。がっかりした思い出を何かバイブスが倒れるようなそんな倒れ方をしてしまいました。井上京子関西が私が生まれて初めて見た映画です。あそうですか。すいません余談が多くてくしくも私もそれなんですよ。そうですか。あらまあそんなこと言ってるのかな。流れ式のバックドロップガタヨガー。カウントは2です。逃げ袋手が逃げ袋手が。いやーこのド迫力マッチが20本ついたらそれはフラフラになりますよね。今日子の泣きは何なんですか。腰が痛いのはかなり痛いと思います。同じ泣きですよ。画面に映ってませんが京子はやっとだけデビルさんがしっかりサブを回復してしまいました。あ、謎が余裕の笑みから実写落としを狙ってますけども、大技でしか指導がたまんないんでしょうけど、大技に行くとその隙がね大きな踏み切りが浅くなってきましたね。垂直落下に落とすという垂直落下ですからね。垂直落下のおっと同時に垂直落下を取りました。ダブルできました。今圧倒的に押し込んでいきます。アジア関西組どういう技で決めてもいいのかという気になってますね。徐々に徐々に何かしかし井上京子が出てきたのか。両者それぞれにサミナロス、そしてダメージを始めています。それに相応するかのように大先輩の顔面今日2番目にまた関西組吉に来ましたね。ダメージいっぱいの京子をスプラッシュマウンテンの餌食にするか。さあ行くぞ。これが出ますか。関西が今週の力を込めて京子のスプラッシュマウンテン。スマウンテン目をいっぱいつけました。武道が持ち上げられた時の
なんか、次の瞬間に来る自分の運命を思った悲しい顔が、まさに今、ここまで来ましたね。さあ、ダイハード関西の狙いです。これ食らったら、クーコも危ないですよね。デビルさんがパットに入った。デビルさんが頭に入った。デビルさんが頭に入った。敵元から。大チャンス。流れ式のディープクラス。今日の勝ちでしょう、コウコ。おっと、渾身の力を振り絞ったディープクラスですけどね。そう、これはね、結びつくのでした。泣き顔になっています。すごい、コウコ。ライアンコートの今手。カットに入るのを見越して、立ち上がらせて、エンジンがやっと、そして、ライアンがなんとライアン。すごい。しかし、でもこれ、関西危ないですよ、かなり。後頭部立て続けに食らいましたからね。押し打ちによるフォールは避けたものも、さあこれはナジアからに行ってゲッツー、両国いっぱいのゲーム、本当にこんな1秒の世界だ。一体何を食らうのこの人が3秒伸びてるんですかね。さあナジアからというだけじゃないですからね。アザの技も散々食らって、関西の技も散々食らった上でのホール勝ちなんで、この勝ちは大きいでしょう。一番苦しんでいました井上京子は23分37秒、しかも1日2試合した後です。そうです、2試合目です。これが昔のなんかレコ隊と紅白の掛け持ちみたいな、長崎ボールから3年両国戦だっていうのはあれですからね。これでちょっと井上君も次期トヨタ学び挑戦権持ってるんで、まさにユークトスクルトスにベルト移動の可能性が高くなってきたと言わざるを得ない。いや、すごいな、このナイアガドライバー。頭振られてますね。当然関西も黙っていないでしょうし、また新日の G1 のように強いものの真空構造というのが決まっていくかもしれないですね。アジャと反応しました。いや本当に今日なんと勝利を勝てることはできませんでした。これといい最強タックスというのタックスにコンビネーションが大事、そういった意味ではこちらテクニックで。なんか新日本の G1 は両国に足しげく通ったそうですけども、また同じ両国でこの女子プロを味わった気持ちというのは、勝利を収めています。本当に羨ましいのもありますし、羨ましいですね。やりたかった。井上京子は先ほども言いました12月に先ほどプレーを見せることができました。やりたかったということは、トヨタへの挑戦が決まってますので、これは素敵になりますね。本当に楽しかったです。次にはワーワール開局5周年記念商品、そしてパナソニックワーワールレコーダー内蔵、28型ワイドテレビ横浜の心から今日ホッとしてますね。本当にここで負けちゃったら、こんなんで赤いブート通じするのかって言われてないですからね。デビルマサミ組にはワーワール開局5周年記念のトロフィー、そしてパナソニックワーワールレコーダー内蔵28型ワイドテレビ横浜が日本衛星放送上の明日、確かですね、10月に送られました中華屋さんの駐車場かなんかですよ。これでこそ女子プロですよね。さすが順調ですね、これはね。さや遠藤選手なんかもあのキックの試合に参加してますよ。また次の日の試合出てたね。今ね、画面映ってますけど、浜田美恵が出てるんですけど、改めて頭頂部にこの両国の非常に一番いいアナウンサーの大きいガーゼを巻いてますね。勝利コールを受けると試合してるな。そしてこちらは敗れた両者、お互いに肩手を話し合いしてゆっくりと花道を引き上げています。後ろ姿もいいな。どんな気持ちでしょう。余裕がありましたら勝者それから敗者両方に男らしい余裕の試合とかな。これは怪獣でも真っ青の放送時間の関係もありますが、できるだけ聞いてみたいと思います。今四方にこの両国の一般のお客様に急上昇と一旦ここでですかね。それだけ死力を尽くした戦いが繰り広げられたならば、はい、と山本さんも満足でしょう。
ょう。泣いてるんじゃないですか今頃。涙もろい方だとお伺いしました。試合の素晴らしさに泣き、エース関西がこの大一番で負けてしまったことにまた泣いてるかもしれないですね、これね。なるほど。この大物のメインイベントでした。すごいすごい。よかったな。なんかいいシーンですね、これ女子プロで握手を本当にわーって寄ってくるっていうのも。これはみんな満足したでしょう。大会終了の挨拶が告げられたところです。2回に入りました。この両国大ファンの皆さんが集まってくれました。それぞれの皆さんが、このラインナップ、それぞれの思いを胸に、あるいは今日のこの死闘を最近ね、ちょっと JWP に入っていなかったんですよ。そうですか、しかしながら血が呼び起こされましたね。また放送席、JWP 両国大会のメインを見事勝利で飾りました、デビル雅美、そして井上京子選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。京子選手はですね、もう関西の技、スプラッシュマウンテン、それからダイハードももう受けるという感じで、もう危ないかなと思ったんですが、最後は起死回生、ナイアガラもう連発しました。ちょっとその辺はちょっと本当に、まあ、なんかよく分かっ、自分でも今よく分かってなくて、最後ここで決めれるって自分で思った時にデビルさんがちょうどそっちでアデさんを抑えてたんで、今ここで決めなきゃ本当にダメだって思ったんで、はい、ちょっと意識もやや朦朧としている感じなので、ちょっと大変だと思うんですが、とにかくこのメインで勝れたというその喜びの声を一言お願いします。はい、本当に応援どうもありがとうございました。そしてデビルさんどうもありがとうございました。ありがとうございます。そのデビルさん、3人のまとめ役といいますかね、ごめんなさい、そうですね、他の3人のまとめ役といいますか、お姉さん役なのかなという感じもしたんですが、いやいや、とんでもないです、もう本当、私だけがなんか、もうばあ様なので、京子には本当に申し訳なくて、私は本当、何の助けもできなくて、向こうにダメージを与えることがあまりできなかったので、本当、すべて京子が向こうの技を一人で受け止めて、で一人で攻めて、最後、勝ってくれたんで。すごいです尊敬します。記者会見では10年ぐらい前にアジャは胸骨、胸の骨をデビルに折られて、その借りを返すようなことも言ってましたが、そのあたりはどうでした。いや、裏剣やられて、トピやられて、はい、全部返してくれたと思いますはい、はい、それでは一旦ここで放送席へ戻します。ありがとうございました。いや、小鉄さん、はい、勝ったチームではありますが、本当に勝者なのかという、なんか疲れかけでしたね。うん、そうですね。でもさすがにね、4人ともですね、各団体のね、名イベントを取ってるで選手ですね、見事でしたね。何かこう見ていてもピシッと一本線が、はい、太い骨が通ってるような感じがありますよね。さすがですよ、体重を背負っててですね、なおかつスピード、それから技ですね、はい、切れますし、あ、大したもんですね、やっぱり。そうですね。そして井上京子選手も朦朧としながら、まあ、インタビューね、はい、答えていただいたんですけれども、見事な根性、4人ともですね、負けちゃいけないっていう気持ちがあったわけですね。まあ、それのぶつかり合いですからね。まあ、本当に苦しい表情ではありましたが、今のが勝利者インタビューです。まあ、続いて、翔子さんが、敗者の方にも、まあ、苦しいコメントになってしまうかもしれませんが、聞いてくれると思います。まあ、放送席聞いてみたいと思います。はい、今アジア選手、そして関西選手をお迎えしました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。もう全力を出し切っての戦い、しかし敗れてしまいました。非常に感想を聞くのはですね、心苦しいんですが、あ、どうぞ座ってください。はい、感想を聞くのは非常に心苦しいんですが、この試合を振り返ってみて一言お願いします。いや、もういけるチャンスはこっちの方が全然あったと思うんですけど、なんかこうね、私がちょっとバタバタして、なんかこう、なんか向こうにこういいように私の方が惑わされて、関西選手一人頑張らせる形になって、なんか見殺しにしたような形になっちゃって、最後もね、もうちょっとどうにかいけたんじゃないかなと思ったんですけども、スプラッシュが出た時点で終わったと思いましたからね。デビル選手伸びてたし、死んだふりされてると思いませんでしたから、あのあたりでちょっとバタバタして、私の方がちょっとね、こっちがうまく回らなくなっちゃって、すごいなんか見殺しにした形になっちゃって、申し訳ないなと思いますけど、
はい、そして、もう一方のダイナマイト関西選手です、そのスプラッシュを返されて、そしてナイアガラをもう本当に何発も何発ももらってしまいましたね。さっき本当にアジャ選手も言ったように、自分もアジャ選手に頼りきりというかね、うまくなんかアジャ選手のこともフォローに回れなかったし、もう本当勉強し直しです。もう本当にもう一瞬途中でパーンと頭が真っ白になりまして、ちょっと最後の方は結構頭が朦朧としたんで、少しちょっと試合の途中最後覚えてないですけど、はい、以上アジア選手そして関西選手にお話を伺いました。放送席どうぞ。はい、放送席から副音声そして主音声、ご覧の私を含めて5人が、リングサイド、もう誰もいないんですけれども、場所を移しました。いろいろと聞いてまいりたいと思いますが、まあ、主音声の方では山本さんの解説ずっとお届けしてまいりました。山本さん、はい、一言どういう感想でしょう。見事でした ね、そうですね、男子に負けないようなです、ね、レスリングを見せてくれましたね。僕もですね、喋りながら堪能しました。はい、そうですか。はい、そして、副音声の方では皆さんお聞きになったかと思うんですが、大月健二さん、そして市由里さん、そして小島さん、お三方喋っていただいたんですが、まず大月さん、どういう感想でしょう。はい、もう途中からただのファンになっちゃいましたね。そうですか。もう仕事は忘れますね、プロレスは。結構感動ものでしたよね。はい、良かったですね。本川、プラム、京子、それぞれにみんな素晴らしさがありました。そして市井さんも一言お願いします。はい、もうすごい楽しかったです。また来たいです。そして小島さん、どうですか、一言。すごかったです。はい、はい、それではここ両国国技館からお別れしたいと思います。ごきげんよう。